新鮮にしろよって言って、もうさ、手前のところ。俺はもう、多分生まれて初めて俺が宇和寿司が釣ったの、この量。全ての歴史を味わったって言ってもいいぐらい。ただ、あいつちょっと変わり者でさ、もうね、俺はもうね、変わんない、もう少年の頃をずっと持ち続けてさ。で、ざまあげろその時さ、亡くなった時、面白い釣りしてますねって思ってくれるやつ、僕にとっては幸せだよ。はい、こんにちは、村岡正則です、今回の動画は飲み会の動画です。で、なんと、JJFA 理事の栗山照夫さん、御年多分80前後だと思うんですけど、まあ、シーバスの生き字引ですね。その生き字引から今日は貴重なお話をいっぱい聞かせてもらえるということで千葉までやってきました。で、まあ、今日の日付が決まった時、古山さんの方から久保田君呼べるかなって言うんで、久保田ってあの湘南の久保田さんですかって言って呼びました。お呼ばれしました。よろしくお願いします。で、この二人で行くんだよねって話をしたら、俺も行かせてよって言うんで、なんでチャリさんも行きました。呼ばれ指名を受けたんじゃないの。そうそうそう。ということで、はい、早速行きたいと思います。行きましょう。はい、お邪魔します。入りたいと思います。わっ、やばい、ちょっと今、先中通ってね、すっげえ。ああ、ほんとだ。こんばんは。うわぁ、お邪魔します。雑誌もうもう、ちょっとマニア垂涎のアイテムが、はい、殺されるじゃないですか。うわすげえ。知らないのがいっぱいある。ね、山さん調理中。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お邪魔します。あ、どうも。どうも。はじめまして。久保田です。久保田さんです。会いたかったから先。ああ、ありがとうございます。久保田さん、あのチャリさん。あ、はい、チャリさん。お世話になります。一緒に YouTube やってる仲間です。写真撮っていいですか。あ、もちろん。なお、今日。おー、レッドヘッド。一応ね、ちょっとこれ横にする。うん。めっちゃかっけえ。これはカマシキ、カマシキ君でしょ。うん。すげえ。こんな。これがね、マップスなんだよ。これはなんだかわかんない、これ。誰か友達がくれた。なんですか、これ。あ、それバイオルギーかな、うん、あとスポットが、うん、これ珍しいね、結構レッドヘッド、うん、あ、マップス懐かしい。あ、それでマップスね、はい、あなたにプレゼントでさ。マジで、うん、これこの世代自分でずっと作ってた。買えなかったよね。買ってなかった。うん、これね、これどっちか、はい、MZ こっちは、ね、あ、 MZ だ、うん、だから久保田さん10個ずつ。ああ、いいんですか。ああ、これもザードしたから、これも君にあげる。 ありがとうございます。どっちか好きな方。難しい。すげえ。いや、俺もだからみんなあげたら、いい、俺は自分の分ほら取ったんだよ。当時はこんなでかいのって思ったけど、あ、今までとね、全然ね、これが強かったんだよ。お、それは何件、トゥインクルじゃなくて、それはだからあれだよ、ブラウニーで、ブラウニー、ブラウニー、ソルティーブラウニー、ソルティーブラウニー、だからブラウニー、こっちはやるんだよ。すごいな。で、だからね、あなたがちょっとさ、まあ、これこれ もう始まりますか。機材のセットこれが1じゃない、これが入ってる。これブロインが、ブロイン混ざってますよ。すごい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 。上出しといたんだよ。すごい。いきなりここに、あ、上に出した。いや、言っていてくれたらこの辺に影を混ぜといた方がいい。影の方ないね。これどうも普通。いや、だからそのさ、影のあたりはどうも普通。これはさ、あそこで、あのメガバスはね、なんだっけ、X80 が、あれが最後でさ、そこからはもうね、X80 はあの人がくれたんで、社長が。使ってくれって、ね、伊藤さんが、はい、いや、それでね、あ、
そういうことですね。なるほど。粋だな。いや、これにちょこっと置いとけ、はい、中にね、かっこいいですよね。あ、全然合うもんね。合う、合う、合う。かっこいいな。あ、そうそうそう。こういう、あの、汁は、ね、濃い匂いした。うん、当時のあの、濃い匂いした。違う違う違う、一回それ開けて水とかこういうの置いてる釣り場なくなったもんね。昔、昔何かショーウィンドウにやっぱり置いてる。いや、これね、はい、なんだ、40年以上か、50年近く、はい、集めたやつで、あとは、はい、あ、もうサンプルサンプル、はいはい、だからいろんなとこから水使ってよってくれ、うんうんうん、社長さんレベルがくれたから、うんうん、だから結構ね、あれなんだよ、ザウルスだから、わけわかんないのも入ってる。すげえ子もいた。そうそう、ちっちゃだったね。だそのジグだってほら 120g とかさ、はい、重いからもうあの下下ろさなかったんだよ。釣り部屋で入ってんだけど、うん、あ、一応シーバスメインだから。ああ、そうですね。夏日だと入れてあげる。すぐ思い出せないなんか。ジグだ。レックス、レックス、何かの間違いで当時俺が作ったのとかマジでかな。この有名のお父さん独特よね、ザウルス。いや、だバスルアーもケースにさ入ってんだけど、うん、あの西岡さんがさ、あのなんだ、最初初期の頃の、はい、一番最初のモデル、はい、2つ3つあったんだけど、はい、いや、シャウトもあったんだよ。うん、そしたら誰かポケット入れやがって、しないなと。なくなった。ほら、あ、気にしなかったから、うん、まあ、誰か持っててもいいやと思ってたけど。西岡さんといえば。多分、生まれて初めて俺がルアーズシーバス釣ったの、この量。あ、こうです。全然飛ばないやつ。ああ。いや、でもまあまあ、少しは飛ぶ方だよ。あの、あ、当時はですか。自分これでしたね、この。それでチラッと。ロングウェイ。ロングウェイ。ロングウェイと、うん、なんだっけ、これあれ、レーベルか、あの辺プラスチックで家飛ばんだよ。あ、うん、レーベルのあのこのギザギザついてる。そうそうそう、これ結構丈夫でしたよね。そうそう、あの平で岩に当てても結構立方れなくて、うん、時代が回ってるよね、うんうん、そうだね、うん、今いい影を持ってくれば。ここにあるスネコンが2つ。いや、だからかけるの前のダルスのね、はい、なんだっけ、あの、リップがちょっとついてるやつ、はい、スネコンとスネコン、あ、リップじゃねえ、あの、ちょっとこうやって凹んでるやつ、はい、それ結構釣れたんだよ。おー、怪しい。かけるの全身ですよ。ドクタースタッカー。それ、その手のやつはさ、はい、あれ、あの、あれ、これが結構広い、あ、拾ったやつですね。そうそう、あの、日向でさ、うん、ボート出すと、はいはいはい、みんな、おかっぱりの連中が引っ掛けて取れねえとさ、もう丸見えなんだ。だからあの、ナイトレイトじゃん。そう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 、ね、のあ、ナイトレイドにしてはまたちょっと違う。ナイトレイド、ナイトレイドって、もっと平らで、ものが平らで、でもこんな、そんなボディーの、だからライトレイドがこういうものにしたら本当だし、ああ、時代的にね、時代的にね、もう軸かと思ったら軸じゃないし、シンペン、なんだろう、しこ弱し、あ、これザウルスです、あ、これ、あ、ショペン、ショペン、そう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 、ショペン、それもだからサンプルが多いんだよ、ああ、そう、これとポンプラ、本当か、あの、時代だ、そうそう、あの、プラス、じゃあ発泡のやつ、うん。樹脂だ。樹脂だ。これは鳥ペンだから。こんな色ありましたっけ？いや、俺が塗ったの。勝手に見つけた。勝手に見つけた。だからみんなに怒られちゃうけど、うん、どうせ俺のとこ来たら俺のもんだからさ。いや、それが楽しいですよね。楽しいです。これラメよって言われてるからさ。マップスが美しいですね。だからこれなんか、あなたとこのやつ似てるね。あ、そう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 、そう、これ、うん、背中書いてあった。はいはい、これは初めて見たな、このモデル。いや、一個一個手作りだからさ、うん、いろいろありますよね、うん、
一番有名なのはこのボラのね、形した。この頭がさ、ボラそのものだったよね。うん、おぉ。なるほど。綺麗で。でね、だからね、あ、こいつね。これはだからあれで、アルビノ。はい。アルビノボラなんだよってこれです。アルビノってカラーありましたね。早山さん、これアルビノのカラーでやったやつね。はい、スペシャルだからってさ。うん。これも人気カラーで。ある年のなんか東京ワンオークでやってた大会で、うん、この葉山さんと葉山さんの、人が来て、俺たちが7センチ、9センチで50センチ、3本勝負で50センチ、60センチで上位を取っていく読みの中、このルアーを投げ倒して70、80で3本固めてワンツーフィニッシュ飾ったの。それで一気に東京ワンオークでマップスすげーってなって、ね、だから葉山さんもね手怪我しなきゃね、うんうん、ただあいつちょっと変わり者でさ、はい、人見知りで変わり、ただ職人だよ、うんうん、でもう手怪我してできねえからすぐやめちゃったのよ。うん、それはね台湾だと思うよ、トップが、うん、中で記憶にあって、うんうんうん、これ唯一なんかシーバスのルアーを買ったの、これだからロングエーなの、そうロングエーで、うん、もう確かね、当時800円だったんですよ。俺が買えたのが380円のクランクベイトとかだったそれが最初のシーバスでした。このそうだし、その愛が近いから結構でかい服するとここ小狙ってね、うんうん、結構キーってなった記憶なんです。これがこれがあれです。世界初のジューシードルアー。あ、消えてる？消えてる。うん。あの、マグネットも。全ての歴史が始まったって言ってもいいぐらい。で、それもサンプルで。お、そうなんですね。だからそのほら、ウッドか、うん、初めウッドでなんか。そうそうそう。いくつか作ったんだけど、それからね、それの中にね、それの中にね、あの、あれが、しぶきさんがね、てよちゃんなんかね、あのこのなんだ、経典で、うん、違う、ツインクルサフ、うんうんうん、ちょっとね、あの動き変えたいからってどうしたらいいかって言うから、うん、ファーストリスした時にちょっとね、うん、あのダバれるって言ってさ、うんうん、やつ、あれ、あの青森つ急いで青森やるのにさ、うんうん、ファーストリスとついてくるんだけど、ええ、あいつの足速いからさ、うん、あっち行かねんだよ。だけど、ファーストリズムにして崩れるとそこでさ、あ、だから トイッチングとか、うん、ジャーキングしねえでさ、カーッと巻いた時にさ、よろってなる、よろってなった時に入れたら、それいいんじゃねえのって言って、あ、へえ、で、いくつかはさ、で、それで、もう死んじゃったから、で、あともう青島さんに離れたからなんだけどね、散歩のやつ、そうやってみんなひび入っちゃうんだよ、うん、そうですね、いや、塗装何重にもしてあるって言うけど、ね、うん、嘘だよ、ね、いや、年月はね、あ、でもセロスケ割れますよね、うん、このさ、この中の音って何、このチューインって、もしかしてバネが入ってるの、この頃が、いやらしい、そんなわけないな、あ、本当だ、キーンって響く、キーンって何が鳴ってるの、サンプル、これが、ハリか、製品版の、あ、懐かしい、JGFA で流行ってたあの、ね、ケプラーにそれはね、ね、相原元氏が、相原じゃないさ、相原さん、あのシールやった時にあのそれやってたんだよ、で、もちろんだからシーバスも、大丈夫、ビッグサイズゲーマーだから、フェクロだか、これは、何そのスプリットリングを使わない理由は、あ、あのね、スプリットリングだとね、360度いかない、これ、うんうん、それだと360度ずっと回んない、あ、自由度が、そう、だからシーラがこうやって暴れっから、うん、バレにくい、そう、バレ、すごいバレにくい、シーバスで、あのウッドのルアーの時に、あのスプリットリングのためにやってました。へー、それは両方福永に分かります。いや、ゆりちゃん極親しい、そう、同級生で、だからもうずっと JGFA と同じチームだったんです。若いじゃないあ、ゆりちゃんとはね、あいつがまだこの頃ぐらいの頃からさ、はい、うん、あの聞いてきました、今日昼に古山さんのとこ行くんだって言ったら、よろしく言ってくれてええな、これ、うん、それね、すごいよ。それね、小高さんが会長やってた千葉磯釣りクラブのさ、はい、人が、小見奈良とのさ、はい、あの
平井荘の最終点のところでさ、はい、あお線転がしのところで、はい、そしたらね、このぐらいのね、あの旗、モロコ、旗の、うん、モロコ、足元までこれ、これを引いて、こうやって来るから、足元まで深く引いてさ、そしたら、こう、ウルにいるやつが、ね、出てきてる、あ、こう、俺はそういうの直接見たことないけど、いや、クリアバイオこれあのでけえの釣れねえなんで何ですかって言ったらいやこれで旗を釣れたよってさ、すげえ多分すんごい波動だよね、うん、ブリンブリン、うん、でも 40m 飛ばないと思った 30m、うん、あーだってねそれあれがでかいからね風の抵抗を受けてダメなんだ全然飛ばないめっちゃ引くのくるわベイトタックルでやりたいからだからマグナムみたいですよね、うん、あマグナムマグ、ね、マグナムはこういうもっとねそうそう、うんだからね、まずは金属フリップにね、うんうんうん、あの輪にさ、鉛巻いてさ、流行ったよね、うん、でも途中から引っ掛けの人たちになっちゃったよね、うん、そうそう、だからあそこ鴨川は鴨川、ねうん、あなるほどねもうね、地元のさ、おっさんたちがさ、うんうん、あもうあれ、要するに引っ掛けたよへぇ、そんなんかしちゃった、ね、最初は絶対口で食わしてたんだけど、うんうん、あのショッカーズの人とかね、うんこれが珍しいんだよ。バグリーのさ、うん、一番最初のモデル。バグリーが一番最初。すごい軽く。バグ全然飛ばねえんだよ。でも、あ、本当だ。でも絶対釣れるこの軽さだな。浮力すごい。バンゴーミノみたいな。ただ、脱とかさ、うん、俺あの。三宅と橋上でやってたからぼっかれちゃうんだよこれ。あ、これは飛ばないけれどもでも間違いなくブルーとかさ、だからあのなんだあの青銀とかさ、うん、それからあとなんだ黒銀とかさ、何本かあったんだそれ全部なくしちゃった。で残ったのがさこれ2本だけ。このシルエットに近くても。なんだっけブラウニーは飛んだんだよね。まあ、ね、うん、だからブラウニーはダメだよ飛ばねえよ。ダメですか？いや大島ちゃんに散々言ったんだけど、もうポリシーがあるから、うんうん、重くしねえんだよ。あそうそう木目のやつ見せて。そうそうこれがこれどこだそれ？これさこれあれこれあれですよ。俺が絡んでたやつ。はあ僕と友達でやってたんですよ。ああへえ。なんか伝説のハンドメイドルアーを作ろうっつって、はい、なんか自分のブログでも結構超過情報出して、ああでも一切 誰が作ってどこで売ってるかもわかんないっていう謎で、サオのイブランとか、一番最初確かイブランってモデルはそれ。それもさワンクッション置いて、うん、その人とあの親しい人がさ、うん、あのくれたの。持ってたんだけど、これ使わないから、私行きますかって言うから、なんだよって言ったら、いや、それはなんで、あの、ザードスのアーショフさんとか塗るやついいんだから、うん、塗ってもらったら使えますよって言ったら。そう、でもなんか、あえて塗らないで、この木目で勝負するっつって。へぇー。全然釣れるじゃん。だから、なんか。あ、目もなし。それは遊んでた、そういう遊びをしてた。あ、へぇー。粋だな。これもね、よくわかんねえんだよ。パッとこれはあれですよ、ミラクルアクスの後継ぎじゃないけど、増田さんの意思を継いで、原さんって方がやった原工房ですよね。原工房のあれか、はい、アルバ180かな、18センチ。これもね、ブリンブリンの、うん、これは釣れんのよね、干潟でさ相模川じゃん、プラスチックラーがどうしても叶わないところだよね、うん、なんでか、うん、なんか、運動はね相模川はさ、はい、あの、なんだっけ、増田さんと、うん、三宅さんがさ、うん、三宅さんちょっと行ってて、はい、行きましょうって、2、3回行ったのかな、はい、でイベントやってる時にさ、うんうん、誘われてシーバスミーティング、うん、今もう懐かしいよ、みんないなくなっちゃったから、うん、あこれがさ、あれだよ、あの森田さんってあバンズバンズバンズ、うんうん、そのままバンズこれもだから、いや、細かい経緯は知らねえんだけど、アイバの社長になんかあれだよ、ションベン引っ掛けられてやめたんじゃねえかってさ噂なんだけど、うん、でやっぱりあの意地があったらあれ なんとか別今別の会社移ってさ、うん、で最初これこれとね、うん、ロデオクラフト、あロデオクラフト、はい、
それも飛びましたよね。あれは良かった。いいすげえ飛んだ。いやそれ飛ぶし釣れるよ。そうん、で俺アイマ嫌いだから。アイマ君のやつは全部拾ったやつか人がくれたやつ。はい。多分森田さん A に刺されたんだよね。うん、で多分結構それが重症で確かアキレス腱やったか。そんなヘビー系のやつで。うん。なんか治って復活ってわけにいかないぐらいの。結構後遺症残したんで多分貫通になっちゃった。ああ、これ、まあでも、これの鉛巻きね。3月のボートシーバスでデイゲームだと、うん、これしか釣れないっていう時が、うんうん、でこれのスプリットリングなくして、うん、さっきのね、そうそうそう、音消してってやっていくと、もう本当周りがどの船もゼロで終わる中、これリミットメイクできて、あ、一人勝ちした。そう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 、これで表彰台に登ったっていう、ね。おおすごい。おおすごい。いわゆる強波動だよね。うん、ビッグバッカーとか、今のダヴィンチのバイブレーションモードとかさ、その辺がの元祖なんだよね。多分。そうで、ボトムの方まで潜らせてって、ね、テンション抜いてあげると、うん、ドンってくる。ああ。で俺なんかこれさ、でけえやつ、それのでかいの。はい。どっかの南の島だからあれミクロネシアねどっか忘れちゃったけど、うん、そこでやったらさ全部こんなでけえさあれ旗ああそれからそっち系のやつ全然取れねえよ一気にギャーって入っちゃったよだから出がかりしちゃってさ取るのすごいそうね、このねこの辺のなんかこう夢があったよね、うん、すごいな。いやワンオーク組はさ、竿がミディアムライトだからさ、まあ、当時のミディアムライトで俺かっつって雑誌で見て買ってドゥルーズってこんなになっちゃってきつーみたいな覚えてるな。そもそも革で使うもんじゃないっすよね、うん、そうあのね、これはい、これか、これあげるよ、これはもうおこれなんすかこれ、何だ面白い巨大なフロントアイまあ、これもマップスかけんじゃない。だからマップスの葉山さんが作ってさ、はい、ここにつけてこれ根掛かり防止かな。そうもちろん根掛かり防止、うん、だけど根掛かり取られちゃったんで1個なんだよって、うん、こんぐらいだな。じゃあ根掛かりそうだけどなんか弾くんですかね。そうそうそう、いや一応だからその根掛かりでなくしたやつは一応釣れたんだけど、釣れるからって使ってたらさもうがっちり根掛かりしちゃって、なんで根掛かりしねえんじゃねえんだよって話しかったなんでや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 んでいや、ちょっと待って、はい、増えてきたよ。おめでとう。嬉しいな、なんか発想が昔の方が自由だ、ね、なんかその、うん、狙いが見えるよね、そうやってここで、みたいな。ほら、これはまあ、シーバス用じゃないだろうけどあった、あった、あったね。これもフラットフィッシュじゃないの。あ、それはね、なんだっけ、それはね、昭和30年代が、うん、あアブのね、ラーケンシリップって言うんだよ。で、それで石だけ釣れるってさ、まぬけなこと言う磯釣り師の人がいて、あ、それは本当アブってことだ。だそれもね、3つ4つ出してたけど、うん、全部さ、はい、で、飛ばないから、あのあれ、あのなんだ、あのおもりつけてさ、はい、で、これ全然泳がねえんだよ、ただぬーってくんだけなんだよ。あ、そうなの、意外とあれなんですね。一時一年寝が返りそうな、すごい部分で、うん、それもだから、かけるっていう意思が。でもほら、いや、昔のルアーってさ、こういうの多いよ。うん、フラットフィッシュ、これですよね。タスマニアンデビルを彷彿させる、うん。あれはもう、こんなだけど。うん、クモさんこれなんだっけ。あーいいいい、これなんだっけ。これも一斉風靡した。あーそうそうそう、ザウルスの違う違 う, そ, う, そ, うそれはね違う、それはね、あそこ高宮さんのやつ。うん、そうそ う, そ, う, そ, うで、その隣にね、さっきあれがありました。本家こっちか、こっちか、うん、そうこっちもあったで、こっち安い。俺はどうせタダでもらってっからね、なんでもねえんだけど。あ、ビブラ。あ、そうそう、ビブラ。こっちは謎。ね、ビブラに似て、どっちがだから、多分ビブラとも先だと思う。全然先だよ、全然先。
似てるのが結構いろいろ出たんですよ。ここ出たよね、これがポイントができてさ、はい、で、あのもう死んじゃったんで小高一郎さんがこれもう結構持ってたんだけど、こっちが安くてこっちでバンバン使えからってさ、うん、これ釣れるよっつって。で特にね、変わらないな時代は。変わらないんだな。なるほど。僕がだってメーター10釣った時の、ああそうそう、あビブラそうだよね。あ2回だったもんね、あの、うん、ビッグバッカーの楽しいだろうな。ちょっと待ったな、懐かしいな。もうなんか多分ラパラに触発されたものですね。うんうんうん、それ系ラパラの派生ってめちゃめちゃあったもんね。うん、すごいな。やばい、スマホがないのが悔しい。めっちゃ撮りたい。ちょっと後で撮りまくろうか写真。すごいよね。すごいすごい。これがいいな、このこだわりのボックスが。これはちょっとすごいね。すごいっすよね。見たことはあるけれども、ちょっとカメラ貸して。これでフローティングとシンキングが確かあって、そうそう、まだうちにあるよ。ああ、自分のあのなんだっけ、シーラの一番でかいな、俺これで釣ったな。うん、もうそ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 う、サウルスルアーはまだうちにいっぱい。これあの楠本さんがよくやってたこの針1個にするな。ああ、いや、これなんだっけ、バスのさ、バスやった。あ、そうそう、これフグーガ、フグーガ。ああ、そうそう、これ平すぎ使ったら怒られるな。プレミアついてる。でね、これででかいの買ってね、こう曲がっちゃうんだよ。ただ回んなくなっちゃって。あ、そっか、あれだもんね。そう。で、これなんで使ったかっていうと、はい、一応デッドヘッドだし、うんうん、で、浮くから30メーターぐらいのところ、さらしのさ、はいはいはい、根の上乗っけて、で、かぶったら落ちるようにしたら、バッチリ根がかりしちゃってさ。で、外してたら、ポンと外れて、落っこったらすぐさ、でけよ。ひらひら。ね、ひらすずきの食い方の代表ですよ、ね。いや、でもすげえな。そこからもうすぐ閉まった。他のやつでっから、もう別にこれ使わなくても。これなんだっけ、これ。これなんでしたっけ。それはね、スポットがね、バイエルーあ、そう、これにすごい憧れを持ってた、はい、少年時代。おお。よくわかんないんだけど、この表情がまたね、ひとくて。いや、もうこの手のやつの典型的な昔のパターン、ね、カピバラ。うん、俺この前あの雑誌の企画で、うんうん、ウッドを削って、あ、はい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 、あ、見た。ありがとうございます。多分ね、なんか記憶に残ってんだな、これ、ここはえぐったのと同じ形です。ほぼ。だから、新しいものを作り出した時は。その時はみんなね、青島さんの発明。これ製品版ですか、これ。そうそうそう。いや、サンプルくれたんだけど。うんうん。へぇ、かわいい。いや、これね、だから、今風のほら、あの、うんうん、そうそう、アイマーじゃねえか、あっち、そうじゃん。だから、表面をさ、あの、綿のさ、ゆっくり。うんうんうん。あ、これ釣れるよ、これ。ね、これ釣れる。飛ばないけど、めっちゃ釣れる。飛ばなそう。元祖。元祖ジョイント。うん、これ、だからデッドスローでさ、ゆっくり快適に来てさ、うん。これは釣った、俺。10代の時。結構釣った。シーズン的に今から。そうだね。うん、3月、4月。いや、あの普通の時でもシャドウは釣れるよ。あ、そうですね。全然問題なく。いや、これ好きなやつがいて、で、古谷さん、これ欲しいんですけどってさ、色違い一個あげたらさ、玉川でね、やそいつね、もうあれ好きなんだよ、あのアメリカンなんだ。おお、そうなの。そうそうそう、うん、だからリールもカージナルとかあるそっち系、あ、ミッチェルとさ、うんうん、で、これフロントに名前、ウェイトチューニングしてて、はいはいはい、フックがもう外した後が分かる。魚から取った。60センチぐらい釣ったんだろうなみたいな。名残がいいね。何年前ですか、これ使ってたの。いや、出たてだよ、これ。入ってきたて。で、釣れから何本か。
手に入れてさ、はい、その残りが2つ引きになっちゃうんで、うんうん、昔工藤さんと一緒に雑誌に出たんですけど、うんうん、ここに鉛を巻くチューンとかいうのをドヤ顔で、まあ、JGF で時にいろいろ学んだやつだったらそれの元祖だから懐かしいどころじゃなく、そうね、そう雑誌でね、そう、いやなんか今思うとお恥ずかしいいやだから俺なんかは飛ばねえとさ、あれもうあの穴開けて、はい、で、重りあの、うん、重りを入れて、で、あの表面研いでさ、やったりとか、いろいろやったんだよ、うん、そう、本来ね、ルアーは自分用に、ね、そうね、注文してっていうだけど、ね、俺はもう B 級、C 級だから、俺のね、いじったやつも全然ダメなんだよ、ミニカルが汚くてあ、でもこのラパラのリップ取っちゃうやつやりましたね、うん、いや、それはね、死んじゃったね、あの、コミュアルあれした船出させたさ、小田一郎さんってもうあれ、ね、千葉のグレートアグラ、うんうん、その人がね、ラパラね、あれ大きさに行ってね、数百個、うん、あみんなぶつけてさ、うんうん、あのあれで、ストラクチャーでぶつけて、うんうんうん、で、あの リップ取れちゃったけど、これどうすべきかって、で小田さんね、これね、ゆっくり巻くとね、なーってくっからね、で、あの夜はもうあの表面をの、うんうん、サウトして巻くとね、釣りっからって言ったらさ、もうこれ小高さん結構釣ったんだよ。これいいですよね。やりましたこれ。そう、目玉つけちゃうのもやった俺も。やった。俺はねここに火飛ぶつって。あそこ？そう。火飛んで抜けない？火飛んでもあの、うん、木のこの筒状の木に火飛ぶってから、うん、穴開けて、あなたそれを接着すると解放みたいなことを抜けなくなる。だからこれこれ。うん、はい。奥から、うん、おそれチャーマスが、うん、あの使って火と抜けちゃうからテレちゃんこれいくつもあるからあげるよっつってさ、はい、で週末はか全然問題ねえから、うんうんうん、出てくる名前が すごい出てくる名前がでも久々にまだ生きてる人の名前がいやもっとすごいよ生きてる人の名前で言ってるあそれだからね、あとで酒飲みながらねつったこれあ、それはザウルスの、ザウルスの、そう、これはシーラッツ、どうだろう、これですね、チューニング、わ、すごい、これはチューニング、チューニングしたんですね、リップ付き、あ、で、アワビ、アワビじゃないのか、それは、アワビ、ラメラメで、ラメラメか、この顔、さっきも言ってましたけど、さっきもずっと名前出てきてたんですか、なんとか、シコホップじゃなくて、トビポップ、あ、そう、トビポップだ、トビポップだっけこれ、うん、そう、トビポップ、俺もこので、これシンキングとフローティングがあって、うん、で、もうシーラー急ぎだからシンキングだってシーラー戦でトビペン派とさ、トビ派でちょっと割れてさ、争ってたじゃんおー、すげえ僕はトビペン派ですあ、これがトビペンの、これこれ私の方、僕はすごいこれ最後に、いや、これが、うん、相原元氏が、うん、これでペラでキャストするとこうやって沈むんだよ、はいはい、でゆっくり上げるとボーンと上がってくるんで、うん、その時からペラがぐるぐるっと回るの、うんうん、いやーこれすごいアピール度高いですよ本当かやってもう目の前で見せてもらってさもうすぐ真似して、うんうん、この発想もこの手ぶらしかも手ぶらで、うんうん、そのローリングスイベルに手ぶらつけて、それは自由度高いですね、うん、そういう工夫してたよねなんだろう JGF みんなだってケブラになってすっごい流行ってた時期があってもうずっとニッパーでパチンパチンやってたもんねスプリットリング、あ、スプリットリング取っちゃってそうそうそう、これがさでーかいね、それがあれ、ハンドメイド、それね、ハンドメイド、あれ、ね、レッドギルっつってさ、レッドギル、あの、相原元氏の、相原組の一人でさ、相原さんの上司で、はいはい、府中の、ゴミの、なんだ、焼却場を勤めてる、ボイラーのところにいるやつで、はい、で、ボイラーの、あれ、熱でさ、うんうん、あの、乾かすのに、すげえ。塗装したと、ね、ぶら下げといてボイラーの横でぶら下げて3時間に1回いやこれ結構ねこの人ね結構つくんだよだけどね、うん、
あのあれがあのノリさんに、ノリさんだったとあのザルソンのあのロビー行ってさ、あとシーラシーラ、はい、あの青木まで行った時さ、はい、これで。あの僕のやつ製品なんないですからって言ったら、はい、ロビーさんにバカにされて、これはね素人でやつでこれ売り物なんねえよって一回記事に作ってもらって、それからもうしょげちゃって一瞬されちゃった。いやかっこいいじゃん、かっこいいけど、いやなんかそれこそ今の東京は、ね、今の東京はね、いやだからそれで俺はこれはさあの東京湾用のさベイトでやるやつでこれ使おうと思ってたんだけど、ほんと全然釣れてるからさ時代は早かったね。そう3本フックでね、うん、だってザウルスからもなんかこのドンキみたいなの出てたよね。あ、はい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 、もっとボンってコンボみたいな、よく見るとこう全然 R が違くてまあそれをね、あの、ナリさんがおっしゃったのかもしれないけどね、こうコンみたいなさ、あおおおなんだ、いやこれこの前あなたの知らないってことで、そうだ、見たやつ、見たやつ、ボートの上で、それね、大分のね、あのこの城パターンの時にさ、本当にこの城だね、そう、地元のやつが、あのこの城引っ掛けて、あのなんだ、あのこの城の大群の周りをさ、あの引っ張ってんだよ、で、早見さんに言ったら、いや、平井さん、これちょっと重くから、これ、はい、これ、あれ、あの使ってくださいってさ、で、年に1回ね、お歳暮で、あの、いくつずつこういうの、あの作ってくれたんだよ、で、俺もうちょっと仕事だけしてればね、こんなでかいさ、ボラもあったんだけど、ボラさすがにずつしかこれもくれよとは言えねえから何で投げるの、作れる人ってすげえな、いや、それはだからベイトで、あれだよ、いや、そんな投げなくていいんだよ、トルリン業だから、ああ、なるほど、で、ゆっくり船で引っ張るんですね、そうそう、あの俺高知行った時にさ、クロダイルアーっていうこの同じようなのを使ってて、だから沈ませるために重りを詰めていかなくちゃいけないんで、このサイズ重り入れる、どうやっても 100g 入る、もう百何十グラムの世界に、塩味グロッドじゃないと投げられない、これあげるよ、お、なんだなんだそれは、不思議なフックシステム、山下ジョグ、ちょっとジョグ、山下ジョグ、もうワイヤー、貫通ワイヤー使ってくださいって、あれこれでね、これトロリン用だから、はい、かなりいらないよって、だけどそれサンプルでさ2つも作れたんだよ、玉フックが上向きだけど、だから玉だから、そのケンケン針でさ、一応だから玉的には機能してんだよ、ただキャッシングはできねえ、一回これ使って東京でやってみたけど、全然振ったばっかであれしてって飛ばねえし、もうバッタバタ泳いでるんだよ、だそれあれベイト入ってない、あれ入ってない、ああ、だから投げるようじゃないから、そうね、これだからそうデッドスローじゃないと、リップムラパル、波動すごそう、プリンプリンプリン、かなりゆっくりだよね、でもなんかカジキとか、ここワイヤーで貫通ってすごいね、これが昔の仕掛けだから、そうなんだ、防具だ、伊豆の磯で投げられた、あ、これ、あ、はい、伊豆の磯で投げられた、俺こっちの方がいいな、あ、それすごい、それあげねえよ、これ俺のお宝だから、これは、これ美しいな、美しいな、美しいな、すごいね、こちら山さん、渾身のペインティングだね、アルミがすっげえ細かく鱗、本当は中にね、いや、ずっと稽古だわ、いや、だからそう、お部屋のおかずやで、拙者拙者した方がいい、これもあげるよ、これ1キロ半から2キロぐらいのがマックスで、でかいやつ釣れねえんだよ、金になんねえから、おお、まあ、美味しくないですね、だからね、カヌーでさ、おあんちゃん乗れよっつって手伝えよって後ろでさ、これだよ、お動かして、一、はいはい、人の時は自分でさ、2つ出して、よくデッドスローでさ、あの上里の港の周り、朝一か夕方引っ張ってみて、これ釣れるよ、これはもうまさにデッドスロー、あれの前身じゃないですか、まさに、いやすげえなこれ、村子さんがおのやつじゃなくて、違う、あったんだろ、それもだ、30以上、40以上、俺パクっただろって言われてる、認めたのがいいんだよ
全く頭でもたまにあるよね。全く頭にないけど、まあ、後から言われて、まあ、確かに似てるわこれは。オーパーツ的なやつ。オーパーツ的なやつだ。いや俺てっきり初期プロとかなんかを。いや全然全然。あそう。いや今驚いた。えこれもしかしてワン素材と思ったら。すげえ。いやワクワクしますねこれは。この際。ナビをつける位置。あ、うんうんうん。ね、まあ、ね、うん、すごい秀逸。うん。あ、そうそう、だからね、これこれ。これパッドで、ほら。ちょっと写して。あー、こんなでけえの売ってなかったんだよ。で、マラシさんが、あの、はい、僕たちガラビでさ、はい、見て、これだよ、これ。なんだっけ。あ、これ小さいの、これ。うんうんうん。ね。したあのマラさんが、はい、あのアヤラちゃんが出入りしてたからアヤラこれもっとねこういうのをザルフィー作らせて俺とこの釣り太陽でオリジナルに作っからってしたらさ林がさこれ売り上がって他に、はい、ロミさん頭が来てなんだよってねロミさんなんだよお前ねあの約束破ってってさ怒っちゃったのかこれあーすげーそういくつかこういうのありましたもんねそのうちバスルアでもこれ出てね。あ、それとこれ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 だよ。ね、一番最初のね。だから青島ちゃんはいろんなこの形状をさいろいろ作ったんだよ。で、あの人もあなたと一緒もテスト好きだからさ、うん、色テスト。うん、いやすごいのさ、あこれ入ってる。これ好きなだけ持ってるって。これこれ。これそれ音量もしげえ形頭が青島さんの発明であったよねあ一応製品にはなったんだ、うんうん、これただ1個かザルスで売ってたやつですよねそうそうそう製品にはなった最初はこれなかったんだよあこれそうだけどこれ絡むんだよこれがねえとはいはいなもんでけないんだそうんじあこれ一個ずつ好きなやつ、好きなサイズと面白い。いやそれ全部そのサイズはみんなサンプルで。ルアーが増えていく。今度ちょっとこれで釣る大会。じゃあ何年より前のものだけとく。今回ので。変えていいのは針だけ。あいやそれはさあなた企画力があるんだから好きにやってよもう俺の手から離れてからいやほんと珍しいのも玉石だったこれも欲しいんだよこれこれはアイルマグネットあそうですね なんだっけの後ろ DB じゃなくてあそうなんだねあえっとねアイルマグネットのねいやーそれは忘れてたもんね、うん、やっぱ忘れちゃうな、それ好きだったこれは釣れたよ、うんうんこれこれはいおあ、これもあったあったあ知らないいや、それね、何したっけあいつアワビバリあこれアメリカのやつねあのね売ってるアワビの質が今と違う。いや違う。よっぽど贅沢。いや安い版だから。いやペラペラなんだよ。あれでもメキシコアワビだよ。分厚い。だってこの貼りやすい製品工業製品じゃない伝統工芸品に近いアワビ。あ本当は割り入ってねえ。ください。これが貼ったわけじゃないんだよ。もともと貼ったやつだから。俺こんな器用にできねえ。すごいな。本当だメキシコアワビって感じですね。へえ。ねえなあかっこいいどんなバッチリえわかりましたいやだからこんだけでもね話題は好きなのうん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 、はい、まあ、これがあなたの好きなやつだよなんだっけ田中さんパあの、うん、マネっ子だよあの湘南のブルーアイランド田中そうだからそれあれね初期経典の頃だよね経典初期の頃のさ、うんうん、ウッドのやつの、うん、もうこれバンズですごい釣ったの覚えてるい
あ、だからこのシャフトもね、もったいねえから1回の調子で何匹か釣ってもすぐ傷むから閉まっちゃったけど、これも結構釣れたんだよ、これ。この時代のレッドヘッドは黄色くなりますよね。そう、セルロースだから、これ。あ、セルロースが黄色くなってるのかな。あ、でもウレタもなる。ウレタもなる、ウレタもなんかなるね。あ、かな、セルロース割れる。うん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 、難しい系で。それはあれで古いよ。古いですね。一番最初の、はい、あのあれだから、しぶきさんのあれだから、あの立ち上げた時のさ、やつだから。あ、それさ、エリさ、エリこんなやる気スティックみたいな発想もなったんですね。アメリカンズだ、それ。それはやる気スティックのみたいな。ニードルフィッシュってさ、アメリカのやつ。ニードルフィッシュ、初めて見ました、これ。いや、これもだから、サイドパターンでさ、サイドの腕のところの脇さ、タッチでゆっくり巻いていくとさ、あれなんだよ、あれじゃねえんだよ、なんだけど、バチ抜けパターンじゃねえんだよ、完全にサイドパターン。サイドなんですね。うん、ニードルフィッシュ。初めて見た。プラ。どこだろう、でもこの素材でヒートンってなんですか。あ、そう、フォト細さでもヒートンってすごいですね。これだからプラってね。あ、プラか、うんうん。プラにヒートン打ってるってね、結構。多分、ウッドだったら多分いっちゃいそうな。割れちゃう、うん、確かに。あ、だからこういうソフトウェイトもあるんだ。おお。見たことない。まさにこれ。見たことない。ソフトベイトでジョイントってもう、あれどっかでやってましたね。すごいな。本当だ。だからもう、うん、水面直下をさ、サイドに泳いでるところをさ、うん、やるパターンで。だから焼き直しだよね。いやでも、取ってきた道はいろいろあって、ね、うん、いやだからやっぱみんな真剣に釣り好きだと思ったら、似たようなことしか考えない。同じことを試すんだよね。うん、それはね、日本があるなしじゃなくて、うん、いやもう一個一個でさ、思い出がありますか。いやもうすぐパッとそれが経緯が出てくるのがすごい。マグナム古い。それは結構新しい時代のやつ。最近のですか。いや最近じゃないよ。これがスタンダードだよな。うん、フローティングマグナム。ひたすら丈夫っていう記憶がありますね。中にホロ入ってたの画期的でしたよね。うん、そうそう、画期的だよ。ね、このすごかったですよね。リアルカラーがなんかさ、うん、あのプリントじゃんね、こうなんかプリントだった。だってニジマスのね、トラウトのカラーとか、あの鱗のなんか模様とか、うん、いや、やっぱあのレインボートラウトとか俺すごい釣ったもん、うんうん、てかそれじゃないと釣れないぐらい描いてたのよ、この島に。なんかすっげえマールアミーゴで、もう初代マールアミーゴで、すらがすげえ最新に見える。あ、そう、これ新しく見えるね。すごいここにあると。うん、だね、確かに。いや、それもサンプルでさ、うん、あのあれ、森山さん。ああ、森山さん。あいつが、あ、なんだ、山下。シャウダーさん聞いてきた。ちょっと、最先端じゃないですか。いきなりシャウダース20が。巻きでか。あ、でもほら初代シャルです。あ、本当だ。初代シャル。紛れ込んでるのがすごい。このなんかソリッドバイが結構。それ釣れるよね。うん、ね、画期的だったよね。当たり前じゃないですか。大好き。いや、すげえな。あれとか、なんか今でも。釣れそうじゃない、可愛いから。その顔、うんうん、なんだっけ、カピバラだっけ、この顔。カピバラ、今時言うなら。こういう顔した動物いるじゃん。はい、ぼーっとしてるやつ。これはもう40年以上前だよ、これ。メガバスとブルブルから似たようなのがボンって出た。ティムコが最初に入れた時代のやつね。あ、そうそう、ティムコもね、
これがそのシャロットスか？リップイン？あ、違うか。そうそう、シャロットプス。それいっぱいあるよ、それ。うん、シャロットプスってるんだよな。俺もね。うん、みんなが恐竜っぽいから、名前がね、すぐにパッと出てこない。ラパラのリップ。あ、ずると、あ、手を加えてありますね。当然だよ、今のほら、この人のパターンだよ。あー、最高。それ、表面をさ、ちょんちょんってやってさ、それだからあれなんだよ、大分のさ、この城パターンなんだよ。あ、大分ですね。大分のこの城はさ、テニスコートぐらいさ、ザバーってやる。上、海の上の、あの、水が、色が変わるぐらい。胸がでかいんですか？あの、小さい、スモールボート、で、ボートを潰しやろうってさ、この城のところに行きますからって、うん、なんだ魚探積んでねえのって言ったら、うん、魚探入れたいですよって言最終的にどれが一番釣れたんですか、大分のこの城パターン釣れるの何でも釣れた、何でもいいです、うん、でかいやつなの、これ面白いことしてあげる、で、それを、ホールになってんだよ、はいはい、でっかい、あの、あれの中に、うん、そのところの端っこに投げて相当重さ増してある、うん、でもその水平姿勢は引っ張っちゃうからね、みんなこっちに引っかかっちゃうから、うんうん、で、2、3人が一緒にそこ投げてさ、うんうん、2、3人でそのホールの中ちょんちょんってやるんだよ、うんうん、そうするともう、なるほどね、これどこだった、あ、ここ両方ともこれ軸でいつも、いや、でもそれほらこれ見てるだけで遠藤さん。いや、大丈夫だ。博物館。いや、でもこれね、一個一個あれで買い集めてなわけじゃなくてさ、使わねえで一個二個使って釣れるとさ、もうお蔵入りしちゃって。あ、それ釣れたんだよ、それ。これたまらないですね。それ一応バスのさ、うんうんうん、あのレーベルのバスなんですか、これ、うん、あのまたやらしいリップだね、うん、で、そのもうそのチューニングしたそれはもうさ、うん、あれだよ、シーバス用のどっか行ってきたんですか、どっか行ってチューニングしたんですか、いや、それもバタバタ泳ぎだけど、ええ、すごい、うん、ゆっくりすスローに巻いてちょんちょんと合うとさ、こうやって少しこうやって切れますよ、いや、これたまらんですね、うん、いや、ただ飛ばないよ、あ、あ風のキラキラやね、そうそう、風の抵抗を受けてかわいい、なるほどね、あ、でもこの頃の部は本当に面白いですね、いや、もう玉石混交でさ、古いのからさ、うんうん、ブルブルがね確かにめちゃくちゃ減ってきた、さっぱの、ああやっぱ背中のカツ角度が抜群にいいよ、子供の頃、中学生の頃とかに、まあ、ソルト用じゃなかったけども、うん、やっぱり、ね、散々こういうのも含めて、いろいろ、そう、そうめんの、あのバイブレーションつけたかったんですけど、うん、そうめんの送られてきた、お中元の送られてきたそうめんの箱が素材だったから重ねたところで厚みが出ないからペラペラのでね、いろいろやってた、いや、だから偉いよ、黒さんなんかそうやってさ、ハンドメイドすっからね、俺なんかもちょっといじくんだけでさ、それを汚くいじくからみんなにバカにしてる、俺ノーマーなんだ、オリジナルのね、いいのがみんな裏さんにいじくとダメになっちゃうからやめた方がいいですよ俺のルアーなんだろ、俺に言われたくねえよそう、あ、そうですね、ね、でも自分が思うその泳ぎに自分でチューニング自由にしていくっていうのがやっぱ今とね、昔はそれが当たり前だったんですよね、うん、ああ、それでね、やってる人は少ない、ね、うん、なんだっけ、フックもね、あとこれだけど、オーナーのさ、フック担当のやつがさこれだけどってカメラ目線でしょいや、綺麗にね、それでサンプルでいろいろ送ってくれたんだよ、ごっちゃり、でその時ね、シーバスやんだったら細い時期ではダメだけど、あ、これじゃあね、仕事になんねえよってさ、あ、これ、うん、重く重く、ね、なんそう重く、だからでけえやつ、ね、
釣るんだったらその服でも問題ねえんだけど、うんうん、で竿も強くロトも強くねえと俺刺さんねえよ女の、うんうん、でシルバス用だったらなるほどね、うん、あの20何がしグレーかもうちょっと大きいグレーか、うんうん、なんかで、ね、細いあのあどっかについてるよこれ初めて見るかなそれアメリカのフック初めて見ましたこれでしょうがないから、うんうん、誰か行った時に買ってもらったんだそしたらみんな欲しい欲しいってみんな、うん、俺とから結構ついてるこれ初めて見るなそれアメリカのフックだよ、うん、でどこで製品だかわかんないあ一時期メガマスこんなフック出してましたよねあなんかカツアジみたいなカツアジそれの、そういうのでやっぱ元祖なんですかね、うんまあ、まあ別に負けたわけじゃないんだけどそうそうそう多分やっぱりいろいろ考えるとこういうところに行き着いてるんですよね、まず針先引っ掛けて眠らせて、うん、あのここの角に保持するみたいな、ね、ここまで持ってきたいですね、うん、そう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 いう考えるとそんなんいやだから村岡さんのところなんかねお仕事上手なんだから、はい、シーバス専用のでかい服作んなよでかい服作りたいですもう、うん、でも針つく針は技術だからデザインだけビジネスが生まれとか関係ないデザインだけ俺みたいな職人デザインもねやっぱ針屋さんのあの研究あなんだっけあれルアー情報じゃなくてソルティとかで連載してたじゃないですか、うん、オーナーのあれ読んでるだけでもう絶対自分たちでやる気9000ぐらいあそれねあれあのどこに入ってくるフェザーかなんかついてた。そうそうそう、うん。いや、そのストリップで売ってたんだよ。あ、そうなんですね。あ、それで。で、青島ちゃんがね、これか、ほら。青ちゃんがこういうのさ、それ真似してさ。さす。真似してさ。ダイワも月下美人でこういうの売ってましたもんね。うん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 、フェザーがついてるので。あったね。それからね、傑作はこれだよ。まだ出てくるホッキーですこの辺が真の傑作なのあ、それデッキ真じゃないこれこれ釣り師さんえあ、そうです、これがねこれがね、メドウマウスってさこれヘドンですよヘドンねで、これはね、あのぷかぷかこれ柔らかい、柔らかいですよただ毛が抜けちゃうんだよ、みんなだからこれも毛抜けたから、うんうん、毛が買ってきてさえで、細かく、うんあの切ってさ、付け付け直したんだよ質感をあ、フェルトフェルトじゃないあれなんですかあの、順毛だよえ、すごい順毛それ使ってくると毛が抜けて毛をフェルト貼り直すといや、フェルトじゃないって順毛だって順毛何の順毛あのいわゆる毛糸屋さんで売ってる毛糸のねあウール、ウールですねあすげえな、こんなのがあったんだからいや、それはだから北海道思い出すなですねね、伊藤釣りやるのに、うんうんうん、っていうんでさ伊藤はネズミで釣るってねスイカとセットしてでバスも関係ないね、そのネズミとかなんか関係ない釣り取るでもなんかそう、アメラの大増水した時なんかこう、摩擦してお腹の中からネズミだったことありましたねこれですか。あ、そうそう。なんだ？これね、スミスで入れたんだよ。あのジグヤドとか言ってさ。で、それもうこうで。これはフェザーを縛る。そうだ。いや、でこれはだからあれあのあれだよ。あのこの辺のアジとかさ。アジとかつけて。あ、インセンを縛るやつだ。泳がせて。そうじゃん。タチウオジグで一時期こういうのが確か売ってた気がする。リップ付きの。で、それリップ付きだからちゃんと泳ぐんだよ。アジが。そうそうそう。ただ生の冷凍塩が味持っていかなきゃいけないから立ち往来あれと一緒でさ天野と一緒でさめんどくせえからもうやたくなっちゃったんだよいやこれいいんじゃねえかなと思って本物だからさでちゃんと泳ぐからこの辺持ってたよ絶対俺絵でわかる堤防釣りとか防波堤とか俺も持ってましたよ多分釣り少年が絶対バイブルにしてるさ必ず見るやつ西山徹さんと鈴木の電球木釣りとか言って絶対エラー洗いに注意とか言って
裏洗いで俺一回もらったことないなと思って切れたなんか言って本当かな切れたことないんだけど絶対書いてなかった、うん、あこれピッエラでエラで糸切るとか書いちゃったひらめでジェット天秤見るそう土壌とで懐かしいいいなぁだからね、うん、これは私にして、またどうやんねん前のさ、はい、ね、あなたにほらほら玉動きこれにこのぐらい針すとってさ、はい、でこれ海津のカツオだったこれそれカツオのやつですか何でも釣れる。だから鈴木釣れるよ、もちろん。へぇ。いわゆる角ですね。そうそう。これはね、海松。あの、サンゴみたいな。そう。深海松、うん、深海松高いよね。水につけるとすごく、すごい生めかしく。一回買おうと思ったら高くて手出すのかな。これ素材だけでめちゃめちゃ高いですね。そう、あの、北海道のさ、釣り行ってるやつがさ、え、なにこれ、それいい加減のやつだよ、これいい加減、周りにもこれもなんかラバーなんだけど、うん、オーロララバーでしょ、オーロラだ、ユニツユニツあ、プラじゃないんだ全部、すごいそうはぁ、本当にそうだいや、これ庄内行きゃいくらで売ってるよそうです今どこか死んねえけど今まだまだですよなかなか出てやってるこれも多い人にいたうるせえやつがいて、はい、この中に入れると虹みたいに光るとかさそんなの買ってらんないよすごいやこれもするんだよ、俺これはねカモシカいやいや、だから深海松深海松、うん、こういうのってやっぱジギングでフとかそこ、その深海釣りしてる人がたまに引っ掛けて上がってきてで流通するものいやもう素材として手に入らないものだから、うんうん、すごい要は化石だよ、だから要はあ、そうなの、そう木の化石あ、そういうことなんだ深海松だからあの底引きやると引っかかってくんだよへぇで、漁師は金になるから、うんうんうん、あのその引っ張りやりやすいんですよ、うん、油脂がそのままこう残って化石状になってるんだそうで、やっぱだから天然のその下角もそうだし、牛角もそうなんだけど、うん、天然のものが由来のものがやっぱり当時はすごくやっぱ魚を寄せる能力が高くて、うんうんうん、それの最高峰が深海松って言われてましたよね高田博之さんとさ、JJA のあれだよ、あの、もし北海道釣り行っててさ、で、この編集がなんだね、切らないで、サケマスのさ、御殿のジェットカットもしないで、人がさ、この貴重な時間をそのまま3時間だだ流しに、この絵を差し込むような。って時さ、海ガス使いますかってくれたらしいんだけど、俺もこうやって帰ってきたって手出したくれたからさいいね、カンカンベンズって絵がいいね、こういうのがちゃんと撮ってエピソードも、ね、覚えてると思うねえ、生き地引きですねいや、すごいねドラもじゃあそんな感じで映るの、うん、いやもうなんかこの貴重なお話は編集しちゃいけないなって感じやっぱ乗れましたさっき の,、うん、あのこれは内緒だけど流しちゃいますねカメラ目線で内緒の話そのまま今日のこの時間まんま見てもらった方がね、うん、YouTube は残るじゃんこの人を撮ってからわかんないけど唯一ねザールスの林の名前だけは出さないあ、林さんの名前、はい、じゃあ林さんのところだけしか買ってますね、はい、あ、こうやって売っちゃったんでいや、そうじゃねえんだよ、俺あいつ嫌いだからねそういうこと林の話がね、俺の口から出てくるんですよねあそこへ、やろうとそれのサンプルだよ、それへぇーザールスこれも見たことはないいや、ないよ、だってまだ試行錯誤の時代だったからはい、ザールスのプロと、うん、すげえ。いや、とにかく青島ちゃんはね、あれ、あの製品にするかしねえかの前にテストしてさ、いろいろやって最終テスト。そうで、あいつが弾くんで、林とかで、あの辺でバカ者がこれで、このサイズで売れてる、あ、できる、売れてる、できるの作ってたんだよね、俺
俺に正面きっかけなのが一番のさ、俺にとっては時期伝わるもんじゃん。そうですね、正面引っかけたんですね。あ、だからラパラもさ、うん、でこれ、うん、コミネマルスペシャルだから、ラパラコミネガコミネガコミネマルスペシャル、あったね。だって戦中300本とか500本とか話題になってたもんね。1人100本ぐらいだよな、コミネマル、千葉の。じゃあ戦中1000本かな、なんでしょうね、だって。え、なんちゅう数字って思ったの覚えてるんだよな。若い時だとボートシーバーするとやっぱ100とかは平気で1人行っちゃいますからね、うん、だからその100つのね、バザバザとさ、脇で見てるともうね、クレーンゲームもうね、うん、ガーッと脇の上かかったの。で、でかいやつはバレちゃうんで、あの袋見て、あザバービーのね、で、この上で副サイズで、で、あとこれ成功こんなの、うんうんうん、空前の入れ食いの時期ですよね、魚が溢れ返ってて、だからね、ほんと作業、ただの作業にやっちゃうんだけど、そのワカサギ釣りもさ、数を競っちゃうと、うん、いや、彼らはね、それかもしれんだよ、そうやってやってね、一人いっぱい釣るっていうのさ、うんうん、え、でも、そのボートシーバスみたいなもの、うん、そのものが倉山さんとかはじめにやられたわけですね。そうですね、そうですね、あのストラクチャー狙ってみたいなのが、うんね、あ、まあ、あとで酒飲むと言ってた。あ、じゃあ、飲ましょう。そうね、これだけで酒飲む前、もう酒飲む前に終電ですになりそうだから今ペースが。いや、やっとこれ整理したんだよ。いや、でそれ以外まだあんだけど、もうぐちゃぐちゃになってるから、めんどくせえからさ、このぐらいあればなんとか縁なんじゃねえかって。全く同じことをやったな、これは。ヨレヨレじゃないんだ。多分ヨレヨレだと思うんだけど、アワビ張りなんですよ。で、ピンクとこの配色も俺全く同じことをやったことになるから、自分のルアーなんじゃねえかなと思って。いや俺、いやそれ拾ったやつだよ。もしかしたら可能性はあるかもしれない。マジでそんな、そんな再会運命が。マジで一時期、あの背中とお腹でアワビの色を変えてっていうのが、うん、これすっげー流行って、メタル、はいはいはい、メタルジグもめちゃめちゃそういうのいっぱいチューンして作ってみたりとかして。アワビだ。そうで、やっぱね、アワビ効くのよ。いや、釣れるんだよ、やっぱり、ね、うん、そのアワビって光る方向性があるじゃないですか、こうやってギラってくる方向、そこをどこに向けるかみたいなのを。それは気に入らない、そういうこと考えて凝りましたね。なんかただあるだけだから考えてね。なんか魚から来た時に一番このギラを持ってくるみたいな角度変えたりして。いや、突然スネーク普通に。これも今ラメがってます。愛を感じる。いや、それも知れたよ、それ。はい、ありがとうございます。シャローで、で、まさか電話かけてきましたもんね。すごいの作ったな。いや、俺はとにかくこの人はうちの方のいろんなイベントでさ、あの顔合わせてんだけど、この人もシャイだし、俺もね、あの若さがあんまり口利きたくないからさ、向こうから寄ってきてくれて、言ってくれればさ、君誰、あなた誰ってことだけど、でもその時みん結構出会ってんだよ、いろんなイベントで。ですね、はい。で、俺はほら、あの俺が刺されるタイプじゃねえから寄ってきてくれりゃ話するけど、こっちからさ、で、なんかあのその若い人に声かけてったらほとんどしねえから、うん、でこのさ、本当ね、俺今日初めてね、こうやって話したけど、はい、うん、でね、行ってきたからザウルスお手伝いしてるとかさ、なんか、うん、それよく、そうはよく分かんねえんだけど、でそんな話もさ、別のやつから聞いとんねん。ヤクモさんってね、ちょっとザウルスに顔出してたんですよってさ、うんうん、だそれがいつの時代のどういうんだかは、俺は何の興味もねえから、俺ほんとね、次の業界には知り合いは多いけど、直接はさ、唯一あの野地博介さんが、あれなんだ、おめでさん作ってやるよってね言うんで、あの復興カスタム、うん、で、なんだよザ・復興ってなんだよ。いや、東京湾でね、一番釣ってほしいのは復興サイズで65〜60から60前後、うん、一応狙ってちゃんと釣れるし、ストラクチャーも釣れるし、で、でかいね、やつはもう大分含めだよね、ビッグサイズゲームは他でもできっから、うん、そしたらその後発でね、あいつ、アイアラモトシたちがさ、うん、普通のさ、オブセッションでさ、おお、全部でかいやつで、あのザウルスの
あのだからあれ青島さんじゃないその後の人たちかに作らせたさあビッグラッシュの、うん、あのとこでけえやつ、はいはいはい、だけど結構抜いて持って帰っちゃうやつ多いからあどの日々の周りも全然釣れなくなっちゃって、うんうん、であの、うん、なんだあのオフィシスの高橋さんはさやっぱ地元の人であのうまくあの日々の周りうまくやんだよであとのり日々から離れてこの釣りのところをちゃんと狙ってさ、うんうんうん、でそのトップでビッグプランのトップでさ、うんうん、全部80アップだけど別のお客さんであいつらアイアラムが乗んねえ時はさみんなキープしちゃうからだからもう人の商売だから一切言わねえんだよ小見の丸だって、ね、その 100匹釣りのやつもいまだにいるんだけどザマミは100匹釣れねえからあれだけどねそれ知ってどうすんのってあのイグローのでっけえさあ持って帰ってたもんね4杯あ持って帰ってたんだそうなんだいやなんかあれ東南アジアからお友達いるみてえでさそいつら見たからそうでもないね、まあ、あんまり悪くていねんだよその人なんかごく親しいのただとにかくねその、うん、カド釣りが好きなの、うんうん、でこれ好きだっ、ね、て、うんうん、遊ばせないっていう甘いオブセッション乗りましたねなんかもう座礁するまでシャローに入ってくれて、うんうん、あっさいところでうまくなりやすい、いや高橋さん、ウグイスの高橋さんはやっぱりね、あの普通のね、ピカイチのね、うんうんうん、キャプテンだ、うんうん、よく知ってるですよ知ってるよねで、あとほら、アイラさんたち含めて、いいさ、人が客になってたずっと歩いてるんですよ、すげえ入ってるから悔しかったすごいよねいや、でも村岡さんはね、自分のオリジナルのパターン持ってるから、はい、敵はいないよ戦うんですかっていうか自分の釣りを十分充足してね遊んでるから、はい、遊んでるからねツインクルスワッキーあこれそうそうそう、うん、でそれもね、うん、それリップでかくしたんだよでかいですねなんかでだからしかも角度が立ってますねそうそうバタバタだから立ってて立てたんですねだからサーフ用にハドハド水面バタバタあ、うん、本来こんなじゃないですもんねそうそう、うん、へえすげえ怒られちゃうけどね渋谷さんなんだよ店長そんなにしやがってだからこういう遊びが大事ですよ大事大事これ多分ねあの昔ハンドメイドルアーで最強のアルミって言われたのがもしかしてタバコのそうじゃないかなって思うあのね、はい、で葉山さんはね相当ねそういうのねあの熱心っていうかさタバコの包み紙がねこれあのタバコの包みねそう包み紙の、うんうん、やつだと思うそれ綺麗だよねこれ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 サバ川だよサバ川こんなここ背中固定するから映んないかな映るから映んないかな質感がねこれがさ普通はサバガーですか絶対釣れるやつだな腹に見せるだけどもったいないから一時期釣ったらもうすぐだこれ閉まっちゃう私が後を継いで釣りましょうか本当に追い込まれたヤスリにアルミホイルをこすりつけたのでは出ない細かさの凹凸なんで多分これはマイルドセブンとかじゃないかなとこれは釣れるよキンクロも釣れるの一口さでしかもサバ川でもサバ川でこれだけ年数経って綺麗になってそうね油が出ちゃうんだよねで出て腐ってねコーティングがベロンって出ちゃうんだよ ねクラフトマンはねそういうのめちゃくちゃくあのそういう工夫それからやっぱり、ね、相当だからトライアンドエラーでさ相当やってんだよいろんなことあこれもすごいよこれ雑誌がね、うん、これ川にこれね早川さん腐ったんだよ雲もで輝きがいいとか言って、ダメだねだったらここまで出かかったけど、本人が信じてるから、あれ鉱物の雲をそうそうはあ、やってみます金属あ、金属、石全部が雲違う違う違う、雲散らばったり散らばったり散らばってこう、あの、うん、これがいいと、うん、でそれまでは、あのあれなんだけどマニキュアで使うさ、はい、スペラが
それ貼ってたんだよ、ポチポチって、うん、でもこの色だけでもうなんかちょっとそれはもう釣れるでしょ、ね、このリップ立って多分こういう、うん、当時斬新だったもん、オールイエローみたいなさ。あ、そうか、今でこそ流行りだけど、うん、当時そうね、チャートバックパールが精一杯だったよね、うん、少しでも魚にしたかったじゃん、うん、ルアーってで、メガバスのドチャーとか、うん、あの辺が一気にね、スタートラインっていうか、ね、マットチャートの強さを。そうか、当時この代わりもしてくるのはすごいですね。もうね、本当にね、熱心で、うん、早山さん。だから指怪我しやがって、指を怪我されたんですか。だからね、あのね、小型のね、こうスパッと切って、骨まで行っちゃったらしくて、全然もう手が使えなくなって。それでモルアを作らなくて。そうですよ、やめたつって。天才と思った人も一人。いや、器用な人はさ、ハンドメイドルアー作る器用な人はさ、何人もいるんだけど、うんうん、その中の一人で、オリジナルでいろいろやる人のさ、一つの形は、やっぱ早山さんすごいよね。うんうん、青島さんもすごいよ。青島さんはほら、ザウスで、ある程度のほら、量産のとこへ、ね、はい、取っていいですよね。でもこの造形美、このボラ、ボラ感みたいな、当時感動したもんね。あ、だからね、あいつが誰だっけな、三垣かな、シーバス何が知ってさ、あそこでやったりしてたんだよ、うん、なんだっけね、小金のキャンプ場のとこで、はい、その時早山さん来ててさ、はい、で紹介されて。してきたってさ、そしたらあそこで、組み上げの岡本桟橋でさ、はい、これ使ってて、いや、自分で作ってるんですよってさ、それから、うんうん、あ、それで出会いだったんですね。そうそう、出会いがあって、うん、そこにたどり着く前っていう感じだよね、このやんちゃ、やんちゃなボラがあ、すごい。いや、それはね、頭ぶった切ったんだよ、頭ぶった切って、はあ、切ったんですね。切ったんですか。なんか、あ、ここ切ってある。そうそう、だから今風に、ね、水辺に近いところだ。水辺に近いところを、ああ、こう出るからかな、こういうやつ。そう、で、これ新規だから沈むんだよ。で、沈むのゆっくり巻いてくると、水面とかだら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 。俺も一応ね、安西のシープを思い出す。でもさっきはここでひときわ存在感を放ってて、目が合うたんびに、いや、これはやん。こいつらいのみたいな。見た目がいいなと思って。ものすごい釣れるヒットルアーっていうカテゴリーじゃねえけど、うんうん、まあ俺も試行錯誤ってこれはくだらねえんだよね、いろいろやった時にさ、うんうん、一応釣れたから、うん、一つ答えが出た出たあの頃何でも釣れたんだよはっきり言って全部伸びてる。あ、魚かけてますね、うん、歯型が残ってる。いや、歯型が残ってる。これを使ったのが何年前ぐらいですか。40年以上前だよ。30代俺10歳30年。いや、踊れたと皆さんってさ、はい、50ちょうちょうだね、はい、俺もう74だから、はい、少なくとも20年以上の差はあるんだよ、はい、年の差は、はい、だそこにある本なんかだってあれ1980年ぐらいのでチャーマスとマラシさんとノリさんとさ、はい、で俺も一応ね、フシの これを持ってた俺は、ああ、これを持ってたまんまこれだったまんまこれだった、うんうん、これ少年向き、はい、最低だよこれいや今ねその人死んじゃったからあれだけど、なんてこっちとかしてね、あ、日東書院、うん、日東書院の下請けのあの出版社がさ、いや持ってたと思う、出版社が、うん、うちね実用書やってっから古山さんで実用書で何冊かでやってくれって俺と始まってきたんだよ。だから俺そんな柄でもねえしね、あの文章力っていうかね、そういうのもうダメだし、イラストなんかも描けねえしって、したらね、そのこのニット書のこのシリーズはさ、観葉植物の育て方とかさ、熱帯魚の飼い方とか、うん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 、いわゆる本屋に実は入門、入門だから相当部数は出るんだよ、売り切りで。で俺のなんか売れねえから、あれ買い取り原稿だよ。
懐かしいね。これなんかね、またおばあちゃんとか買ってくれて、地下地図とかね、見てやったよね。そうそうそう、だからその絵はね、全然釣りしたことないやつが絵描くからね、ダメなんだよだってね、湖のとろり、湖の真っすぐでさ、島に灯台がついてるとかさなるほど、なるほど、なるほど。いや、これ頼まれ仕事で、これ誰やんねえ、誰もやんねえから、俺の話回ってきたんだよ。これじゃないかな。山さんの本のバイブルで言ったら、それじゃない、雑誌ハンティング。そうだね。これは当時の人みんな読んだよ。その当時のずっと前があそこにあるさ。ルアーズリー。あ、違う違う違う。あ、ほら。あ、そう、ルアーズリー、ルアーズリー。あれね、僕の家に3冊あったんですよね、山さんの本。そう、ガレージで。持ってくればよかったな。いや、一番最初に登場したのはこれだよ、これ、これ。これ。スポーツ、何がこれ30、ね、ちょうちょうだよ。30歳。プレーマさん？そうそう。すごい。これ。これが世に出てきた俺の最初の姿だな。え、この表紙どうですか？30代。そうそう、30代。シーバッシングだから。まあ、シーテンバッシング。ミノープラッカー、レモテルオの全情報の、うわ、すごいことだ、当時の魚影の濃さを物語だからね、そのミノープラグで、はい、当時の魚影の濃さだ、キラスキを釣るっていうのが全部バチッとすげえな。内緒で散々用意したんだ、はい、したらノリさんとかみんなにちゃんまとかにバレちゃって、うん、なんてちゃんね、おいね、吉本さんとかでこれね、あの やれよって話回ってきて、俺やりたくなかったんだよ、これなんていうか、うん、ネタバレしちゃうから、うんうん、だってこれ見とかな、これこれ内緒の写真こ撮ったからね。いや、でもなんかもうすでに釣りと縦溝を出るとかっておお、いやいや、あおおおすげえな、外も外も磯の磯の磯の縦溝で構成された磯が狙いとか言ってあれもうすでにすでに本質にたどりついてすげえな。横溝の磯は渡れ正解すぎる渡れ。今の人が読んでもね、うん、まんまこれバイブルでいけるよね。いや、だから一応ね、そういうコンセプトでやったんだよ。うん、頑張ってたどり着いたらもうとっくになった、ね、え？とフライで3本フライ、おっていうか、でかよ、でかいんだ、でかいよ、4キロアップだよ、すごいすごい。これ、ね、これ一番でかい。セフィラ。セフィラ。8番。これも30代ですか？そう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 。すごい。だからあれだよ。磯に行く格好じゃないもん、ね。今だったもんね。だけど入ってんだ磯旅。ああ。磯旅で短パン。短パン。磯旅短パン。もう泳いじゃうくらい。あのね、これ写真撮っちゃダメだよ。これ秘密のやつだ。これダメなんですか？いや、これ厄介のひがみ多いから、このロセット大丈夫ですよ、大丈夫。いやいや、ダメ。俺、懲りたのはさ、この前ね、これで延長したら大変だよ、ね、時、一服してタバコ吸ってさ、うんうん、太鼓ってしてたんだよ、おいおい、外にね、うん、で、一応これもつけてたんだよ、それこれ、うん、あなた映してくんねえかな映してくんあ、それも思ってたんですね。これをちゃんとぶら下げて、これぶら下げて、はい、次からで俺はほらあのピースの両切りだからフィルターはねえんだよ。あ、うんうん、ね、一応これさ、こうぶら下げて、ね、ここにぶら下げてやってたんだけど、あ、暗闇だからこんな当然薄んでね。ポンポンってやった。そしたらね、あのそのネット見てるやつがさ。うん、フレアさんね、誹謗中傷でね、フレアさんね、なんかタバコをね、吸い殻捨ててるって、映っちゃってますよって。だから俺、こうやってやっただけだから、うんうん、なんかそんな間抜けなとこだ。俺だからね、この人の仕事なら、俺は今日じゃないけど、受けるけど、それ以外はもう俺なんかもう自社でさ、もう過去の人間だから、もうね、で俺、刺さりてて俺が悪いからもうねえから、もう一切だから、この前もね、棚子釣りで、何年か前に、うんうん、釣りビジョンとさ、それから夢兆候かハゼ釣りと棚釣りやったんだけど、それ以降もう俺のじいさんの釣りはさ、もう昭和の釣りだからめんどくせえからさ、あの取材があれはオファーがあっても受けない。だから俺本当この人が今日ね、あの時に言ってくれて、皆さん
ここで来て、イニシエのやつ見ながら、あとで一杯飲みたいかなって言うんでさ、で、話受けたんだけど、いや、俺、本当はね、東京はもうちょっとね、釣れる時代に突入してくれればさ、この人と一緒にストラクチャーをさ、竹沢で週末やってんだけど、竹沢のやつ見たいですね。この人がいくらね、めちゃくちゃスキル高くても、俺が下手っぴだからね、もういい思いできない。今は難しいですよね。これ昭和59年の本で、実技テクニックでパニックダンステクニックって書いてあるんだけど、要は8の字。あ、エイトトラップ8の字。それはね、俺が高校生の時にね、4個までこう高校生の時に八丈島に神里の軍艦を沈めたさ、ご飯でなってたところ、最先端でさ、夏休みだ、早朝、じいさんがさ、水の中引っ掛けましてんだよ、はいはい、で、遠目で見てたら、一人でカッとかけてさ、そしたらこんなでけえね、あれ、スマガツオ、その3本釣りやがって、それで、ぶっ飛んで見に行ったんだよ。したらその、ね、おじさんというか、まあ、じいさんだね、が、お前これね、こうやって水の中こうやって引っ掛け回して、ジャバジャバジャバと音させねえと、ダメなんだよ。竿を突っ込むのがこうですね。そのおじいさんのタックルはどんなやつですか。もういい加減な妄想だけだよ、妄想だけ。飲めたことないですか。だってすぐこうやって引っ掛け回すだけだの。すげえ。だから一本釣りと一緒のパターンだよ。はいはい。仮装するみたいな勢いで、こうやって。そうそう。へえ。それ見ちゃったもんで、で、平鈴木も、普通の鈴木もさ、船べりまで追っかけてきて、食い切りでこうやってやるとさ、船べりのここへついてるやつが出てくるとかさ、あと追っかけてきたやつが、要するにパニックになって、バンって食ってきちゃって、あ、これだっていうさ。へぇ。で、若林さんたち含めて、今風のやつが、これできるやつがさ、アメリカでそれ、パニックダンス何がしてさ、テクニックでってさ。あ、じゃあその8トラップっていうのは、そこから、誰かがつけた。いや、アメリカのやつが多分とっくにつけてた。おお、そうですか。そうね。いや、やっぱりね、アメリカのプロのすごい人はさ、いろんなテクニック持ってて。じゃあ、図らずして同じところにゴールに行ったと。すげえ。バスの世界では結構それに寄ってくる。あ、そう、それ、だからそういうの。ね。だから、どの人たちがどこでどういうシチュエーションで使ったかは、俺はそんなこれもできねえし、だから英語読めねえから、ただ一応写真は見んだよ、フィールドストリームとかさ、スポーツアフィールドとか、うちらの時は本読みだから、本いっぱいさ、そっちから家なんか部屋なんかで買ってさ。やっぱね、みんなだから行き着くところが、ね、いろんなところで私より、っていうのが。俺が中学校の時にさ、買ったね。中学校船船、あれ船船。おお、中学校の時に買ったんだから、60年前ですか。船の三好。だから乗り船だよ。これあれじゃないですか、パタンパタンってやつ。違う。キブネの、ちっちゃい。あ、そうですか。だから鎧張りつってさ、はい、その、普通は、ほら、なんだっけ、公園の、なんだ、FRP の、ね、それとこれとさ、併用してさ、この千葉、この宮古ってこの川の河口にさ、2、3軒ボート屋があったんだよ。そのボート屋がもう、これで埋め立てであれして、しっかりつってさ、やんねえから、あんちゃん持ってくんだったら、軽トラ持ってきたら積んだけっから、おっていうんでさ、お高さんの畳屋の軽トラにさ、積んでさ、それが全部この写真の画とかも残ってるつもりね。あ、福山さん、お腹すきました。はい、飲みましょう。飲みたい。いや、これこっちをね、どういうふうにやってまとめるかはさ、俺は、そこは任せて。飲みたい。よし、じゃあね、もう片付け、ここです。ここですか。あ、シェイクスピア。これは本物の向こうのやつ。いや、だから時代時代でさ、スプールがちょっと逆回転するのも面白い。
田さん、ごめんなさい、はい、あの怖いからこれ抜いてください。ほら、抜くときのさ、こと持ってさ、あけっ、ネジ内でさ、こうやって抜く。おぉ。ネジっちゃうと、これ、縦繊維だからさ。あ、そっか、こうなるのね。そうそう。あ、じゃあ、はい。で、これ持って飛行機乗ってたんですか。そうそうそう。おぉ。いや、本当はこのコロナがなきゃさ、うんうん、いつも行ってたんだけど、はい、竿が懐かしい、このシャフト買えなかったやつ高くて憧れてたよ。だって20年以上前でも中古でも、あ、それでね、うんうん、それでね、このロングのね、ベートとね、ショートのスピニングはね、会社がなくなるちょっと前ぐらいにちょこっと作ったんだよ、うん、でその前まではショートのベイトとそのツーピースのロングはそこそこ作ったんだよ、何十本か。だけどこの人で言った竹竹っつってさで、その林たちがね、あの古川さんで、ね、そのなんだスタンダード版あの出したいんだけど、それは俺の会社じゃねえんだから、おめえらがね、で俺のサウナが別に買ってもらわなくて、俺一銭のこれもねえんだから好きにやれよってそしたらその廉価版で、あの黒でさ、黒のラッピングで、なんだっけあれブラックフィンシリーズか、はい、それで出したんだよ。ただそっち結構売れたみたいだけど、赤もんだよ、だからこれ買わなきゃ、このカスタムのゴールドサンデットつけたさ、ね、あ、そうか、ゴールドサンデットね、こっちだよ。もう切れない、はい、あ、いっぱいやりますね。じゃあいっぱいやりますか。どんぺんちゃん、伊勢丼どんぺんで、あ、なるほど。じゃあ開けますね、はい、おいじゃこれ一応、はい、ちょっと先にね、ちょっとエスティックシャンパンかな、そうなんですよね。どんぺんどんぺんどうぜ、おー高いぜこれおしゃれだ。いや、村岡さん来てくれるんだったらさ、このくらい簡単にしねえとさ、おー銀座だったら大事件ですね、はい、シシュの一応ね、ほら、これドンペリ風のさ、うんうん、かっこいいやつ風の、はい、じゃあ今日は本当は市長のお話ありがとうございました。どうもありがとうございます。あ、これね、おまぬけテレビ番組でさ、うん、芸人と、あとなんかうるせえやってたとさ、飲み比べじゃねえけど、そういう本物のドンペリとこれとさ、うんうん、あのブラインドで飲ましてかくつけた、かくつけた、かくつけ、こっち半分ぐらいこっちが美味しいって、それ素晴らしい、そうそう、美味しい。いやー、もうこんなタックルに囲まれたら何だって美味しいけどでその囲まれてて、俺ビールだと思ったら、まさかのシャンパンで囲まれてるっていう粋ですよね。いや、こういうとこね、俺も年だからね、でビール高い、オレンジ高いからさ店の酒だからね、あんまり手つけねえんだよ。なるほど、オレンジ絶対こっちの方が高いと思ってる。こっちはもちろん高いんだけど、こっちはみんなで楽しめるんだから。なるほどです。で、今はこの素晴らしい日本酒出すからあとね、あれ、なんだっけ、ウイスキーはさ、あ、そう、デュアーズ、あ、デュアーズ、あ、そう、シンプルに買ったお姉さん、赤ワイン好きだからさ、うん、これカルフォルニアのやつだけど、これ結構いいですね。で、俺の兄貴がね、酒の専門家でさ、ドイツワイン、フランスワイン、それからウイスキーが、特に日本酒はプロでさ、で一時ね、あの田崎何がしがいたなんとかソムリエ学校か、あれでこっちやったぐらいでさ、プロ中。
で俺なんかはもうね下町の安崎しか飲まないからさだからこれ飾ってねスペインでこれでもね 100% OK になったんですよ。いや、だってねメあフランスのメドックね最低でも5000円からでさ、それからあそこの例のほらなんだロマネコンティとかさあの辺のとこはさベラボーだから普通の人は飲めない、うん、だけどそのロマネ村の周りのとこはさそんなベラボー高くねえんだよ。あそこだロマネコンティのとこだけ畑小さくてさ丁寧に作ってるからあんまみんな売り手市場だ。こっちこっちとしたら売り手市場売り手市場です。あんなベラボー値段ついちゃうけど。いやこれ飲んじゃった次があったの。取り皿って。あれか。いやこれあれでしょいだあれ。あこれ一人。あ、はい、じゃあ早速いただいて。はい。あロールキャベツ。そうそう。チーズ。チーズ。いただきます。これあったかいですか。あれうまい。すげえ。お姉さんは行くけど、男同士だからさ、鳥じゃないといないんだよ。あ、うまい。うまい。うまい。これも普段メニューあるんですか？あ、これあるんだよ、ロールキャベツ。ロールキャベツある。おいしい。チーズのロールキャベツ。ロールキャベツ定食。おお。うん、うまい。豆腐が入ってる。あ、じゃあ鶏肉だ。違う。ん？なんだエリンギ？いや、エリンギ。エリンギ。エリンギ。うん。うん。あ、これ美味しい。うん。うまい。うん。醤油？え、あ、そうそう。すごい。はい。うん。どうしようどうしよう。腹減ってるっていうから。いや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 。腹空いちゃったって言いましたけど。いやすごい。で、あとこれさ。はい。適当に。あ、ありがとうございます。大丈夫。うん。あ、うま。定食屋さんはお昼がメインなんですか？昼メイン。いや、本当か環境外でさ、あ、県庁と県警があってさ、うん、あ、じゃあお前さんとか来るんですね、昼間。まあね、でもね、最近ね、あの役人の人たちってね、うん、食事時間短いし、あ、ここのお客さんね、10人とも9人はこれ、あ、そっちか、みんなタバコが飲めるか、うん、ほら、あそこにも帰ったんですよ、出演 OK、 出演 OK あ、喫煙可能って、喫煙可能って、はい、あ、ただね、20歳未満の人が入れない、まあ、入れない。で、届け出をすれば OK なの。あ、そうか、そもそもだからお客さんとして20歳未満の人はいないよっていう前提、ね、そうそうそう、うん、なるほど。いや、今日じゃねえけど、夜暇だからさ、うんうん、あのファミリーで行くんだったら夜来いって。あ、なるほど、うんうん、で何しろ、その代わりネットで絶対載せないでね。ああ誹謗中傷すごいから。あ、なんか大変ですよね。あ、ちょっと、あ、あります。あ、あ、じゃあお願いします。歯を立たせていただくの。いや、ない、やめなさい、やめてください。ハゲロウ会総長に撮っていただくのあのね、久保さん、はい、あの、なんだっけ、あれ、あのかけろ、いらねえからくれる人もいいよ、もうだってもう、悪いけど、これ使い切んねえんだよ、これこれだからね、レッドヘッダーズの中に入れとかないと。レッドヘッドある？あります。1個で痩せだけでいい。わかりました。それはちょっと入れとかないと。あ、ありがとう、ありがとう、うんうん、いや、もう、だから俺も70歳のじいさんだから、もうね、もうガツガツいいんだよ。もともと俺は、ね、業界の人間のとこにいないで今まで来てっから、うん、誰かさんみたいにさ、言われたんだよ、ね、江戸前の子供の頃、じいさんに、はい、お前なんか釣り下手なんだから、うんうん、業界の茶坊主になるんだ、うん、だから、要するに、あっち行って、あれくれるの、こっち行ってこれくれるのね、うんうん、
それにはね、お前がもうちょっとアイデンティティって器でかきゃさ、うん、それできんと、お前なんかね、小物小粒で器小してんだからなんてことかただ、一応いいね、先輩といい仲間がさ、いてくれっから、うん、ほんと、お世話になったっていうかさ、面倒見てもらったっていうか、やっぱ仲間ですね。あ、どうしよう、俺ひどい仲間しかいない面と向かってののしりや僕が勝てるとバラくよまあ人ってさ、友達ってののしり合うのも全然問題ねえんだよただね、こうやって喋ってて後ろ向いたら人だしっていうさ、いや、うん、なんだよってそれは友達でも何でもねえ目を見て真正面からひどい仲間しかいないって言われましたよそれはさ、そう言われて焼いてる人はいっぱいいるよ。ああ、でもそれを豊かにしますよね。で、とにかくね、誰が何つったってね、うん、こっち関係でね、で言ったら、もう天下無敵の男だなんで俺そんな評価高いんだろうな。全然そんなことないんですよ。もう、虐げられて、もういや、本物のね、青年実業家、はい、50代の本物じゃあ、なかなか人間もなくせこいやと思ってたよ、ね、追悼会山さん、フィッシングショーとかは行かれませんでした？日曜日行ったら、うん、行かれたんですか？若者どもがこれやっててさ、はい、で、村方の人形ですからどっか回って、なかなか寄りつかみって言ったらさ、で、一応よろしく、今日の日はここで言っといてさ、うん、よろしく言っといてって、あ、行かれたんですね。行った行った。いや、なぜかというと、うん、若いやつが2人さ、うん、車で、去年もそうで送ってくれてさ、うんうん、じゃあ、今年すごい賑わってて、あ、なんか面白かった、ね、自分も行ったんですけどね、なんか賑わってた。あ、母さん来たの？実は行った。あ、そう、あのね、あまりにさ、村岡さんに対して人が並んでるからこれをこう、脇から入って話しちゃマリーなと思って一秒も話しちゃマリーなと思って、そこが賢いわ多分なんか後ろの人怒るなと思って、そう、やっぱ普段会ってる人はさ、うん、いいじゃんって、うん、後回しでね、うん、で、気遣ってたくせして、よう久保田さんとか言ったら今お客さんと話してるのかなってどこなんだろうえ、俺そんなこと言った？言ったよ。あ、お前もしかして食べて、ありがとうございます。こっちらに食わないね、一人愛沢連合会長これ、杯の交換だよ。杯の交換、杯の交換だよ。パスタの交換さっき俺がついで面白い、今、返杯を受けてるまさかの牛すじ、そうそう、ボンドゴーパスタ、すごい前に聞いてて、いやー、美味しい、これ見えてる、パスタなんてないよね、メニューにね。ね、今日和食、向こうの文字だよね。ロールキャベツって和食？洋食？洋食です。洋食？洋食です。で、思いっきりカタカナじゃない？あ、そう、確かに。あ、まあでもハンバーグ定食もあるから洋食もあるのか。看板の隙間？うん、何があったんだろう、ね、季節物なのか。もしかしてあれすごい色だけど、もっとホワイトボードってことはね、だと思うよ。予想ラインとか書いてあるの、うん、あそこだけですあそこだけ変わらないからじゃないか俺の予想だったのかね、ハメックの値段だけあの辺が古山さんがタバコ吸う定位置なんだと思う。あ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。めっちゃおもろい。柏木さんちも同じ色してる。あ、そうなんだ。うちのじいちゃんのヘリスモカだったら同じ色したもんね。ああ。いや、でも昭和ってそうだよね。俺たちがさ、見てテレビとかで見てきた釣り人の人たちはみんな破天荒だったから、うんうんうん、長生きしてる人がほとんどいないじゃないですか。だから村越正海さんがやっぱり見たっていうよりはその
ちょっと上の先輩たちを見て、うん、俺は長生きするんだってよくエッセイで書いてて、健康に気をつけるって言って、あ、村越さんですか。西山さんが亡くなった時に、まあ、あのなんかやっぱりお酒、タバコなんで、まあ、釣り人は極端すぎると、だから俺はしっかり長生きしたいって書いてたし、ある時多分ね、西山さんの年に並んだか来れたかの時に、とうとう西山さんの年まで自分も生きたっつって、でも今自分健康だからっつって書いてて、その通りだよなぁと思う。どうだこれ。わ、ナブラ。いい名前ですね。それも岐阜のさ、養老町ってさ、養老町だから。養老町のナブラ、なんかいいっすね、養老町みたいな。ちょっとそれもう一回、ちょっと今ナブラって見てください。古山さんが持って、はい、やってくださった。あ、ありがとうございます。これ一応俺っていうのはハウスワインだろ。ハウスワインナブラ。っていうか仲間だ、仲間だった、これ。ナブラ。はっぱり変わってきた。屋上ナブラをいただきました。縁起のいいさ。縁起いいですね。で、一応ね、あの、お食べぼかしのさ、一応純米吟醸だからさ、はい、うん。あ、ドキドキのナブラに最近出くわしてない。そうなんだよ、だからね、去年もそうだったし、いや、週末だけで言うとね、はいはい、本当にいい、あ、じゃあ先いただきます。あ、じゃあすいません、いただきます。だから去年は全然週末用意できなくて、はい、その秋も含めてです。あ、いや、まあ春と秋がメインだけど、冬だってね、ジギング、ジギング、はいはい、あ、最近ジギング効かないですね。あ、釣れねえからね、うん、だから、うん、これは、なんか、いけない気持ちだ。久保田さん帰れなくなる。いや、飲みやすいから、ななね、気づいたら大変なことになって、気づいたら頭の中にナブラができてて。自分が初めてコミネマル乗ったらジギングでしたね。ああ、いや、なぜかというとね、うん、おしなべて今ね、ああいう、あの遊漁船、釣り船の足場船は客がもう全然キャスティングもできないばっかりだから、もうこれだよ、あ、うん、もで、去年はあれが流行ったんだよ、サワラが。あ、ね、そうですね、でサワラはさ、ほんとさ、なんとかなんちゃら発明品、あのほら、テールスピンの小さいやつ、あれもバカ売れしてさ、重いやつ、そうそう、タイムステンのやつ、うん、そうだ、ありがとうございます。あいつはその、お姉さんさ、こっちおとも、あ、まあ、取った、ザッチバ、いや、これはこれ貴重だよ、これそれは、そもそも今の時期あるん、いや、ないんだよ、冷凍で、うん、はい、ね、クレの場合と、大事な時に出る、そうそうそう、 ありがとうございます。あ、もうこれで、あれだよ、打ち止めだよ、大事なやつができたね、うまい、なんちゃって、村上さんが、ね、来て俺たちで一杯飲んでくれるって、あ、いやいやいやいいとこに出くわしました、これ辛いんだね、はい、あ、でもお前さ、あのラッパーツはお姉さんに出してあげて、そう、あ、ついになった、うん、ないってことね。釣りの話して、美味しい料理食ってお酒飲んでるだけで、これ贅沢、これ今回贅沢会ですね。贅沢、いや、神会か、神会よ、うまい、うん、これ美味しいな、ピーナ、いや、なんかキャラメルコーンとかに入ってるとか、うん、カキピーに入ってるのがピーナッツって思うけど、これスモッチでなきゃ食べれない。あのね、これはね、何年か前にね、あの日本一のね、落花生の産地の八幡のね、あの農業研究所か、そこの発明品なんだよ。でかい、そう、大まさにつって、これこれ、うんうん、でかいね、本当はもっとこれでかいのばっかりなんだけど、もうお芋、お芋、うん、で、これね、うん、落として、八幡ってね、半立ちってさ、品種があるんだけど、はい、それが一番有名なんだよ、うん、でそれはね、普通の落花生でこういうやつ、カラッカラッで、それはね、落花生農家がさ、畑を起こした時に種もんでさ、うん、これで言えばね、うん、こういうの、これ種もん、うんうん、種もんを畑を起こしてすぐの時さ、
自分たちで食うものを畑で起きてすぐさ、はい、取って夕方もう茹でてさ、その半立ちで井戸の中で食ってたんだよ、うんうん、だけど今度これ発明しちゃったら人気が出ちゃってただね、頑固なね、八街の落花生農家はね、こんな食わねえよ、もうその半立ち戦の、こんなのね、お前ね、落花生ね、ってさ、だけど今もう圧倒的に人気で、うん、これ驚いたことにさ、伊那の山直、南信州、はいはいはい、それから長野の上田かの山直で売ってやがってさ、なんだよってなんだよって門が必須の出しちゃいけねえのが出ちゃってる。伊那でも売ってるんですか。もうあれで売ってる真空パックでね。あ、なぜかというとさっき言ったようにさ、これって掘りたてのやつをさ、掘りたてのやつをその時期に茹でてくるやつだから、時間が経つとね、柔らかくならない。あのね、だからね、形にこういうのあるんでしょ、うんうん、で、なんか硬いでしょ、中、うん、になっちゃうんだよ。だから掘りたてだと、中から柔らかいんだ。そうそう、千葉だと、大きくなってから茹でるんですよ。で、静岡だと、まだ大きくなる手前、ちょっと手前のやつで茹でるんですよ。そうするともう中が硬くなるから、ビニョンビニョンの形で。こんな感じじゃないんだ。で、やりながら。いや、久保さんね、一応ね、関東ローム層のあったところは、はいはい、ね、例えば富士の裾の周りとか、ガンダンスとか、こっちの手前の町だからあの辺とこの、はい、とことかさ、相模原とかは、はい、一応落花生の産地なんだよ、だけどこれはさ、大まさりってこの品種は八幡の発明品だからさ、今回して本当は出しちゃいけねえんだけどなるほど。そう、このゆで落花生は昔からなんか産地でないと食べれないみたいな。そう、言ったじゃない、畑をすぐ起こしてやんねえと、うんうん、で1時間経っちゃうとなんか硬くなっちゃうっていうことなんですね。最近で60代のやつ、狩猟の食い物のさ、うんうん、力衰えちゃって、それもっと衰えてるのは俺でで、もっと衰えてるのは JJK のさ、今まで副会長、今は何なんだ、あれその立場で いねえけど、石井ひろなさんってさ、ね、その人なんかね、俺ん家来て全然食い物もで酒はもうね、うんうん、全然飲まなくなっちゃって、でその人すごいよ、石井ひろなさんってね、 JJK の俺切り一人本物のね、これあのね、王子の駅からね、自分のところのうちのところでね、全部自分のところの土地、あ、十何代続く、すごい。だから君、40年ぐらい、最初JJ入った時から1985年か、3年から入ってんだ、83年か、総会が年に1回やるんだよ。その時、新州パーティーで、総会になると懇親会やるんだよ。アメリカンクラブってさ、アメリカ大使館の、憩いのさ、場所、そこ誰か知らないけど、JJK も、俺きり言ったけど、一人が知り合いでさ、最初アメリカンクラブで、総会やって、最後するんだよ。懇親会やったんだよ、うん、その時ね、まあ適当なことで言っちゃうと1985年ぐらいか、うんうん、の時ぐらいのさ、今その人は80ちょっと過ぎてるけど、もうね、めちゃくちゃおしゃれで金持ってるから、ね、時計なんかね、金時計なんかしないの、なんかなんちゃらいうさ、全然地味な時計で、靴もね、明らかにあつらえのさ、靴で、タキシードが、それ以外の時は、いや、ジャケットすごいよ、こうやって触らせてもらうとね、生地が全然違うんだで、俺が知ってるのは、鹿島が一番上だと思ってさ、その上にリキューナってあって、はい、その上にもう一つあるんだけど、はい、その人は、その人着てたんだで、金持ちだからね、全然ね、成金と違ってね、金持ちぶらない。あで、もう着るものも時計なんかも靴もさ、もうさらっとしててさ、馴染んでる。そう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 。いや、その人驚いたことに、
服部名人がもう使わなくなったからっつって、その総会の懇親会の時に七夕座を、サウカツさんってさ、江戸川さんの名人のサウカツさんの座を2本出したんだけど、その時半分以上みんなとどめきの連中で、とどめきの連中ほんと小さいからね、バスもそうだけど、バスしかやんねえ、フェラしかやんねえ、とどめきやんねえみたいな、全然興味ねえから、その、せっかく歌ってる名人がさ、オークションで出してくれたやつ、誰も書いてなくて、クジラのヒゲとかつけてるやつ、ね、それはね、クジラのヒゲじゃなくてね、うん、いや、そこにあっけど、中同士もさ、今見せるよ、すごい、それすごいさ、それ2本ね、誰も書いていねえからって、で、オークションせっかく出してるし、服部名人のやつだからって、その石井さんって人が手挙げてさ、で、僕引き受けますよって引き受けてくれたんだけど、弱い80ちょっと前ぐらいからさ、もともとトローリングなんだよ、トローラ、でね、岡田純三さん、うちの名誉会長、あの人がね、オーストラリアね、ケアンズでさ、日本人で初めて先方のバーに、だからグランダー行った時の、隣にいた人がその石崎人でさ、で、もうトローリングはもうね、まあ年も年だし、きついからもうやめて、そうするとすごいのはさ、銀座のクラブ週に最低3回ぐらい、知らないの回数知んねえけど、その時さ、そのドンペンじゃねえけど、マグナムボトル、キンプル、でかいやつ、ああでかいやつで、その最初に出会った時に、そのね、俺が一番リスペクトしてる岡田純三さんに、ね、グラブからの人ね、おうちの大地主で、見りゃ分かるように、お前昨日触ってね、すげえって驚いてるけど、親御さんから、車は乗り物、ね、で船も乗るもんで、車も持っちゃいけない、それから船も自分で、ね、豪華クルーザー買えるんだけど、乗せてもらうもんで、ね、ああ、そういう意味、なるほど、本物の金持ち、だからね、ショーファードリブルなんですね。ああ、そういうことか、実用だって、すげーな、あの見栄を張るもんじゃないと、うん、じゃあ、プラさん、その釣りの JJFL の歴史じゃないですか、釣り人っていうのは、そもそも釣りっていうのは、そういうこう、お金持ちとか貴族の遊びの一面、ね、一面、そのトローリングの人たちはさ、インターナショナルゲームシステム、IGFA の、流れで中にいたんだけど、その岡田純三さんたち含めてハワイに行ったトレーニング大会に出たりとか、どっか行ったりすると、ね、あんたたちに日本でゲームフィッシングの啓蒙しなさいよって言うんですよ、それで JGA がね、1979年か8年9年に立ち上げてさ、やったところに、そのいわゆる石井さんも行ってさ、たまにだ、俺なんかこんな小粒のね、千葉の田舎のやつだけど、そんな人たちで、そうすると話が飛んじゃうけど、もうトローリングも、それから銀座のクラブ通いも、もう卒業っていうんでさ、で、その七夕を持ってから、俺んち来てさ、いや、皆さんで、田中君で、七夕釣ってやってみてえからってさ、世界最大の魚釣ったから、今度世界最高の魚。いや、そこに戻ってくるんだね。粋な人だよ、だから。渋いっすね。それは、で、ですね、余裕があるから、釣り人の今会長だけど、社長の鈴木康夫さんなんかがさ、あの沢中さんって今、江戸川で、今、修行して50年目なんだよ、今年、はい、だからね、石井さん金持ってんだから、ね、20万、30万でもいい金持ってん作らせるよってだけど俺はストップかけて、ね、せっかく、なんだ、その服部名人からの竿、その竿は十分使用に耐える素晴らしい竿だから、それを使って釣るような竿釣りをあなたと一緒にやりたいから、月1ぐらい来てくれるんだよ。で、俺がね、お調子こいてガンガン撮影したやつ
長野なんで野沢。ああ、すごい。ありがとうございます。で、これはなんか似たのなんですね。ありがとうございます。これお姉さんすごいすごい。出して。マブさん、日本酒。あ、あるか。だって四五瓶飲んじゃうよ。だからあとこのウイスキーもあるし、あとね、あの麦焼酎もあるから。明日もショーザルック。明日もショーザルック。でもいいですね。いや俺も兄貴みたいなね、専門家じゃねえけど、俺酒好きだから、酒は俺で上だからオッケーなんだよ。何でもいい。ジャンルオッケー。そうそう。だからもう安だけ、俺安だけ好きなんだよ。だ東京の下町でさ、いや安だけ寒い。もう最近行かない、もう年だから。なぜかというとね、俺が子供の頃ね、うん、江戸前の本物のね、あの釣り道楽のおじいさんがさ、うん、釣り場で会うんだよ。だから坊主ね、あの明日とか来週とかさ、また同じ俺が来てるから来いよって言ってさ、釣り場で会ってさ、で帰りにちょっと家寄れよっつってさ、東京の下町連れてかれて、まだ明るいうちからさ、東京の下町のさ、もうみんな廃業しちゃったけど、ほんとね、昭和の下町のさ、あの大衆酒場、うんうん、でそれでね、あれ梅やり焼酎ってさ、あらかんない、つまりあのそこにあるけど、キッコーミーやってさ、くす町って、三重のあれで、あ、君宮焼酎、そう、君宮、君宮、はい、ね、君宮、うん、で、わけわかんない、ちょっと食べてさそれで3杯ぐらいカット飲んで、30分、1時間ぐらいカット飲んで、いや、生きの旦那だから飲み方もね、あとね、お前がね、大人になったら、これ酒の持ち方、ね、うんうんうん、お、うん、ビールだったらグラスにこれ持って、こうやって飲むと、うんうん、で、ね、これ持って、こうやって飲むのは、品がねえ。あ、なるほど、あ、なるほど、あ、これはクーみたいなね、なるほど。だからその人たちって下町のね、粋な旦那だけど、ホテルのバー連れてくれたりとかさ、うん、あ、なんかいいですね、江戸っ子の、そうそう、うん、古山さん、話変わるんですけど、古山さんの人生で一番、まあ一番では選びきれない感じでしたか、第3位、2位、1位ぐらいまでの魚、ああああ、ちょっと何もないよ。いやいや、そんなこと、全部楽しかったし、うん、全部美味しかったから、まあ、全部楽しかった。その中で、あえてとかないないない、全部がそう、ライブだよ、うん、熱烈ライブだから、その瞬間瞬間でさ、いい思いした時は、うん、最高だよ。ああ、いい。例えばほら、そこにあるね、さっきのことなんだっけ、お前悪いけどさ、あの、日本ですか。あ、これ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 、ほらこれね、はいはい、さの中の竹沢カジナル、これね、あ、はい、げちゃったんだけど、これね、これ、はい、キングサーモンだ、ね、77、違う、これはあれ、あのシルバー、あのシルバー、候補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 ですか、うん、だから、貧弱、貧弱や、これ、これ、7? 77X かな、あ、だから茶色いやつ、あ、はい、いや、もういらねえから、3つぐらい持ってたから、みんなあげちゃって、1個だけ残しておいたんだよ、あのスタンダード、普通の緑、緑、ええ、自分の方がちょっと大事ですか、何歳ぐらいの時ですか。いや、ちょっと賞味でわかるよ、5年ぐらい、もう10年経つか、2005年だから、18年前、5年のとこじゃないですね、え、もう18年も経つ、はい、だからね、俺は年取ってっから、ね、昔のことまで言うと、婚姻嫌なことし、ね、ちょっと前、ちょっと前なんだよ。だって、浦田さんと一緒に行ったら、もう3年以上前、これはここにエンジンがあるってことは、古山さんが操船して、いや、違う、このね、キーナイリーバー、このね、キーナイリーバーのね、あ、ガイドがいい、ガイドは本物の超一流、あ、乗せてもらった時、道具見て、まず道具見んだよ、うんうん、その時、あ、こいつはどんだけできるのかって言って、釣りがつくと、キャスティングさせるんだよ、うんうん、で、キャスティングの能力がちゃんとあると、キャスティングがある場所に連れてくれるんだよ。なるほど、うん、で、あとはすごいのがさ、あれキングサーモンも9月だからもうほとんどデッドに近いんだよ、あの、うん、あれと一緒で、ほっちゃりと一緒で、あ、はい、そうするとね、ファーストフック、知りかかりするんだ
あ、はい、そうするとね、リーディングしてさ、あ、スプーンとかさ、あのスピナー、でけえスピナーとかで巻いてるとさ、コツン、コツン組んで、うん、たしてもういきなりそれ、ファールフックってさ、いや、釣っちゃダメとかそういうんじゃねえんだよ、うんうん、もう、彼は、あの、ちゃんと、活性の高い、うんうん、状態で食う魚と、釣りかける魚を、一別してさ、はい、わかるんですよね、うん、あ、すっごい香り。だから、ね、マヌケのやつが俺に来て、ね俺の貴重なこの柚子、山の入れやがって面白い。いや、あ、対角線で飲み合いになってるから、あ、でも、あ、いやいやいや、俺もこ、俺ウイスキー好きなんだよ。いやでもなんかベスト3を聞いたら全てだっていうの素敵ですね。うん、だって思い出が多すぎるから YouTube 的には難しいんだけど、ああもうそれが一番だよね。真似したい。だから俺がね、この前だから一緒に、はいはい、見ました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 。それでこれ最低だよね。俺が金ゲって金のゴン、うん、はい、そしたら禁止の禁でやりやがって、そっちかよ。いや、それは言わないよな、言わないって、うん、ね、これかもしれないけど、うんうん、ゴールドだったのにタブーになっちゃったんですね。そうそうそう、すいません、申し訳ない。いや、ちょっとどんどんいいんだけどね。いやいやいや、面白い。一応、本当だったら、うん、あのこういう本だ、文だったらさ、うんうん、後のね、あのとこで訂正でさ、うんうん、いや、実は後だから、そうなんだけど、あ、これ食べてこよう、この、あ、え、あ、はい、これ冷めちゃうとあれだから、そうですね。いや、食べたらまたレッジ、チンしていいんだよ。まあ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 、はい、これを食べてもね、ほら、これまあ、用意いただいて、なんだよ、汚れちゃう前に、汚れちゃう前に。だからその時にね、料理の量20代の人あるんだよ。これ学生呼んだよ。君がね、50代やったらこの辺食えよ。食えよ。いや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 この中で一番俺若いからね。さん何歳？今46です。あ、40代最高だよ。全然食える。46と48で全然変わるからね。あの久保田さん担当になりました。ほらほら、これこれ、ね、あ、これがさ、ザウルスのさ、トロトのさ、サクラマスのさ、そこにあるやつ、はいはい、で、このビールもこれそれじゃないですか。そうそう、うん、これもっと飲んでからのは、うんうん、これ2台くれたんだよ、うんうん、で、1台は船の上でさ、スプーン回路で外したらさ、あのスプーンの下のところさ、金具がポチャって落っこっちゃってさ、ありますありますあります。でまだ1台あからいいと思って、うちでさ、あの調整しやしたらさ、上のあれだよ、あのなんだ、あの靴の向こうからでさ、うん、っやっぱり落っことしちゃうね。どこ行っちゃったか知らんだよ。ほら、一応今日写真だから使ってねえからさ、これ置いてある、置いてあるんですよね。うん、それね、あ、ね、うん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 、あ、いいよこれ、あ、はい、あら、カパカパなっちゃったんだ。違うんだよ、ここのね、ここの部品がどっか行っちゃったんだ。で、この部品があれば、これ生きんだけど、で、これ結構面白いのよ、このリール。これ、あのミッチェルのさ、あの入ってたばっかりのやつだったの、その当時、うん、で、それ使ってくださいってさ、ご丁寧に2台送ってくれて、これさ、何がいいかっていうとさ、あ、これこれ、ここのとこ、ね、一応防水なんだよ、これ。あ、さ、ゴム、そういうことだったんですか、ね、そうそうそう。みたいんで、フランス海で使うんだったら、使ってくださいよってさ。だからもう、あれ、これね、ピュアフィッシングか。アブロを入れたんですね。そうそう、いう流れでさ。だから、ミッチェルとか、これはさ、送ってくれたんだ、いろいろ。うん、ミッチェルも最初の408、308、8は、ね、ミッチェルらしいフランスの雰囲気なんだけど、うんうんうん、今の一応最低だよ。味がない。これ、ゴム製のノブ。今の何物にも似てないのがいいですね。だからフランスのデザインだよ。最高だよ、これ。
人によってはあのシトロエンを愛するような感じの今日撮影するからさ、一応ね、両面テープとかで止めたんだだから両面なんだいや、そこの両…いや、ドラグワッシャー機能があるのかな両面テープこれで滑りをよくして、だからね、ね、誰かフランス語できて、ね、で向こうでコンタクトあるんだったら、部品取りでさ、これでも多分そこにネジが歯医者さんだったんですよ。ここにネジが違うんだよ。中にね、見せるやつも。いや、作っとけよ。そう、だからいや、作れるなと思って。下から削ってさ。そう。このでもデザインが本当何にも似てないね。この感じとか。ここね。うん。ね。あのシトロエンを作っちゃったフランスの感じのなんだろう全然周り関係ないみたいなでもさすごいよねちゃんとさそれさこうなんだあのだからベイトリエルのさジギング用とかでありそうなハンドルじゃないそれ、うん、なんか今もうそこ軽く持つものじゃん今って、まあ、海外の色もこうじゃないの昔はギアヒのさ、効率的じゃないからさギアヒっていうかギアが力が必要だったよね。そうか、つまむものになったのは最近の話。そう。やっぱりギアがしっかり噛むから。だから、ただ巻きならいいけどさ、スパンがかかった瞬間重かったじゃん。とか、いきなりギア飛んだりするぐらいさ。何台飛んだか俺の人生で。バイト中にガー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 ガいや、すごいな。ギールと言ったはずが。いや、あの、いや、箱に全部入ってたんだよ、2代目。なるほど。いや、違う、あれ。本当でも、パーツが、あの、オリジナルのパーツ見えれば、多分、俺、作れる、そう、作れる。でもなんか、あそこの、ロッキーの裏についてた、なんか、ネジが1個。栗山さんと卵に行くっていうのも面白そうじゃない。あ、何でもないんだけど、なんかやってみたい。レッドやってるじゃん。あのね、やってみたい。ギリギリ村岡さんたちのシーバッサーね、がギリギリ1人2人は100人と卵にね、興味がついますよ。いますよ。あとフライマンがね、相当ね、あのフライにね、飛び込んできたやつ。釣り役の時にね、あの人、里見さん、はいはい、よく知ってんだ、それで俺、はい、じゃあ平山さんって呼んでくれたから、はい、そしたら里見さんで、あそこで自分のところ の場所、釣り堀、カニ釣り場、そこの近所どっかでタナゴやってるらしいんだよ。で、平山さんのためでタナゴの話はもうみんなから聞いてて、千葉なんか来なくてもおめえそこにいんだから仕事やってなさいよっていうか、その何十年前の箱でめっちゃ箱なんかこうだってこれ全然あれして、あ、それでさ、はい、これちょっとスプーンもちゃんと色あっからさ、このままあのスプーンでこれつけてさ、これあげるから、あげれば復活しそうですよ、ね、復活のパーツ見せてもらえる。いや、パーツねえんだよ、だから作れそうってないよ、これだからこれね、あんだよ全部これ。だけどそのね、あの日本俺が違ったよ、日本のほどやっとほどね、細かいの乗ってねえんだよ。機内側かこの家のとこか。機内側かこの家のとこか。あのね、あれ使ったの海で。海の底か。この家のどっかの方が見つかりそうだし。いや、これね、黒さんね、はい、あなたの誰か友達なんかでさ、これできるなり、うん、から、あのあれ、あの中古品でさ、あの部品出てくれや、あのメインのギアとかさ、ここ全然減ってねえから、ないのがそのこれをちゃんとスプールを止めるさ、はい、あの部品だけだから、スプールを固定する部分だけだったらなんとからしいですね。うちの社員もフランス人いますけどね。あ、だからパーツリストパーツリストパーツ、いい加減なパーツリストなんだよそれ。ね、だからそれしか入ってないんだから、これね、頭と、あ、本当ここまであるんですね。フランスこれ触っていいですか。だからこんな細かいね、こんなのもあるんだよ、これ小さいの。で、これがどこについてるかは、うん、で、その
ちゃんとした。これどこ行くすんだよ。いや、いいねよ。俺はもう。ここが落ちたんですか？この辺が落ちた。そうそうそう、どっか。どっか。すごいな、カード番号928も相当高い。桁が少ない。桁が少ないのよ。何桁だっけ？なんかね、全然いいよ。これなんていうんですか？ナウっていう。知られ。知られ。いや、俺これ読めねえから、こんな。ああ、やめてな、いや、一応ね、もう全然しょうがねえからさ、またこの次さ、来た時さ、ちゃんとスプーンを用意してさ、返しスプーンをついてんだよ、これ。うんうん、そうですね。これ、このゴムの中にスイッチがあるんですよね。そう。知られるならやれ、こんな。あ、やめろ。村本さん、村本さんから、本当に手を持ってます。本当になんか、何にも似てないですね、すごい。ブレオさん、これ2年保証ついてるから大丈夫ですいや、違う違う違う2年保証かける10年だったのねそれで、ね、あの出したんだよ、はい、そしたらもうね、なんだ知らねって製造中心だってね、部品は手に入りませんって、うちではもうやれませんって、お二人来ちゃってまあ、でしょうね2年保証ついてるじゃないかでもまるであのタイムマシン乗ってきたんじゃないかぐらいな感じで迫ってるでもこのあの箱の綺麗さ加減からするとすごかったぐらいの、うん、これどうやったら箱ってさ、そうやって綺麗に保存できるの？そうか、そうか、いや、そのまんま入ってたからそのまま入ってて、そのまま使ったから部屋の奥に置いてただけ。そうそう、うーん、紫外線浴びなきゃ意外と綺麗なのか。あ、これそ、そこに俺、全然紫外線絶対当たってないガンプラの、ね、ガンプラの、ね、私はスプールはあるからさ、はい、スプールちゃんと透けっから、はい、その中のね、とこはさ、あ、足りない部分を補充して、うん、だから使えるようにして作っとこ、作っとこ、そのフランス人にさからあとネットで、多分ね、あのなんかありそうですね、満点があったら、あのギタリカだっていいんだよ、うん、そこの部品だけだから、うん、ああ、そうかそうかそうか、どこの、どこの部品が、多分ね、スプール交換の時に外れる部品だから、ここここにね、ここにね、あのコイルが1個あってね、そこ入ってないです、コイル。それがコイルはある。コイルこれだな。で、多分そのコイルの上にあるワッシャーみたいな。そうそう、ドライブのラチェットを出す、そのあたりの部分だと思う。うん、で、それは、ね、あの、こっちの専門家じゃねえとか。ああ、まあ、わかんない。確かに、そうですね。で、これ、なんとかしろよって出したら、これもうね、あの、番手遅れで、もうあのこれ死にできませんって遅れどこ遅れどこ遅れどこのじゃないけどね悪夢使ういや面白い。ミッシェルのナウティル、ナウナウって今ってことですか？知らないよそんな LAU だな俺の前でね、そのね、英語の英語のすんじゃねえよ、なんの言うんじゃねえよって、そう言うんじゃねえよ次マサチチャンネルできるこれ、これでやろうかな、うん、いや、なんかこの復刻動画も面白そうですねなんかこのマサチチャンネルどこ行くって言われそうだけど、うん、それそれで面白い、あのサタビルダーズ面白いじゃんでもあれですね、なんか今おいくつでしたっけ？74だよ、今度なんかね、ずっと奥さんにもうベタ惚れな感じってことですよね、うんうん、ていうかこの人頼りしてると石がいるから素晴らしいですえ、奥にいるの奥さん？そうそう、うん、なんいや、でこの人シャイだから、うん、この前ね、あの、あれ、あと、なんだよ、あと夢彫刻か、来た時に五十嵐さんってむちゃくちゃ手だれのね、ディレクター、プロデューサーあっちできるよ、人がさね、あの俺よく知ってるから、五十嵐さんはいいけどね、調理場の中と嫁さん映してくれんだってさ、うん、したらせこくで中入ってきやがって、ワンカット3秒か5秒だからちょっと我慢してて、でも説得されちゃってさ、押されちゃった押されちゃった。だからコンビニで君のこういうの仕事だったらもう受けるけど、もうこれ以降さ、なんかあともうやらないよ。貴重だ、貴重だもん、ね、貴重すぎる。あー、ワールドタックル選手権やんないじゃん。序盤でだからそれでさ、それでもしいいね、うん、シチュエーションで一つあったら俺も参加するよ。あー、楽しそう。タッグバトル、タッグバトル、楽しそう。オールドタックル、タッグバトル、どうでしょう、全員チャンピオングリップで、うん、
技をかよ、チャンピオングリップをちゃんと持ってっから、ね、最高ですね。使いこなすのにやっぱね、現役で一番使いこなせるわけだから。50センチかけるなんかその釣った竿とリールと年代を倍率かける上がってくる。古い方がこう年代高いんだ。もう古山さんが後で強いじゃん。それいい、それいい。俺とかリーガル S とか持ってるじゃん。20年前それでも。そうだよ。古山さん、俺にオファーしてくれるなら、はい、釣れるときに連れてったらいいんじゃん。この前ちゃんと釣れたから。じゃあ秋やる。秋やる。で、俺のね、あの見事なね、キャスティング見せてあげるから。おはい、それで、タイトルここに入れるの。タイトル。ああ、それ。いや、いいんだよ、これそれは素敵だ。タイトにね、入れてもらって。で、竹澤はさ、この人と一緒にやった時にさ、あ、見た、ね、見ました。みんなが10投投げっとこ、うん、俺1投か2投でみんなのね、つまりが竿の岸のとこにちゃんと入れて釣るってさ、あすごい、いうのが今の俺の、あのなんだ、こう生き様っていうか、手数じゃなくて、そうピシッと、いいな。そんな感じになるかね、俺たち。今日、ワレサキキャストじゃん。あ、まあ、全員。ワレサキ。いや、好きやでもね、この人はね、あなたたちも含めてさ、はい、あのほら、あの若い、あの高橋さんたち含めて、みんなね、若い連中をちゃんとね、いい形キープしてるから、伸びしろはすごいあるよ、これは。大したもんだよ。嬉しいな。俺なんかもう、あの、おじさんばっかりだからさ、いや、でもね、ほんとこうね、高校生が一人、大学生が一人、新入社会人一人いいんだけど、ね、俺んとこ来て、二十歳前だったら、これやるか、ね、あ、怒られちゃう。親御さんになる。いや、言われるんだよ。ね、僕んとこ、ね、親父は、酒飲みで、一緒に飲んでいくから大丈夫ですよ。だけどさ、こう店やってっとさ、怒られちゃう。今の誹謗中傷じゃないけど、今難しいですね。それから俺みたいなやつとね、一番大事な時期に付き合うと、俺は構わねえけど、ね、ご両親、うん、ね、平原さんとか行ってて、なんか、高校受験怒っちゃったとかさ、大学受験怒っちゃったとかさ、あと社会人ね、今期伸びちゃうみたいな。社会人になって、ね、釣りばっかり やってるとさ、なんだか新社員なのに、ね、まあ、ちゃんとな、一人目は してねえからいい、仕事しろよってさ、ね、言われかねないから俺としてと、ね、まあ、でも本当に、ね、電話しても出てきやがんねえから遊んでくれないんだ。だからその氷入れもまた年代もですね。コールマン、コールマン何年もの。いや、これ相当古いよ。いや、これキャンプの時にさ、はいはいはい、キャンプサイト確かに、俺から確かに氷入れてさ、ただほんと資料がそれをさ、あの、そっちコールマンに入れる前の方が年代ものすぎて、すごいコールマンが最新式に倒してくれちゃう。そうだね、確かに。言われてみれば年代ものなんだけど、そっちが最新、そっちが最新がすでに30年以上前、うん、そう、だからなんか面白すぎる、違和感が確かに今見てたけど、よく考えたら、いや、確かに古いな。こっちもすげえ。え、何年前だ。え、あ、これ結構古いよ。うん、で、これはさ、例の、あの吉田浩二さんとか、はいはい、ゴミアップ。ゴミアップ。おー、でも、ね、あの、アウトネーさんで売ってたよね、うんうん、これ、うん、ありました。いや、まあ、今でもありますけど、俺もね、一応ね、フルアウトドアーズクラブってさ、あ、うんうん、で、俺ね、30代の時にね、ラーメン屋さんだよ、はい、すぐ近所で、はい、で、その時に、チャーマスが、はい、さあ、アウトドアーズクラブ、野井博介さんは、東京ロンドンガンクラブが、清水にね、親分がいてさ、清水に次郎長がいて、それはね、フィッシングベアっつってさ、JAA の若造の生え抜きのグループでさ、で、俺はチャーマスをリスペクトして、チャーマスとお店しょっちゅう行ってたから、じゃあね、店長もね、なんか、グループ作って、それでフル、そうそう、フル山さんのフルっていうさ、今見せるよ、フルっていうさ、店やったんだよ。へえ。で、その時の客っていうか、友達がさ、あの、一緒にキャンプ行ったりとかさ、キャンプ&フィッシングで、あ、いいですね。あ、
原型ですね。あ、原点。なんか俺もそういう歴史があるけど、なぞってるっていうか、同じ道になってんだろう。あ、そうですよね。だってそれこそこういうグループを主催したんですよね。そうそうそう。だからほら、フィーバーなんとかって言ってね、うん、そうだし、あなたはとにかくこの人はね、本物のね、あの実力者尊敬してるんだよ。だから本当についてきて面白そうだただ俺はもう今年だからさ、村上さん、村上さんあんまりべったりはできえない、うん、ただこの人今日じゃないけど来てくれればさ、ウェルカムオッケー、喜びやがる。で、俺は本当ね、あの来てもらえてもらえんだよ、みんなめんどくせえからそういうこと言わん、そういうこと言わん。だから今度土曜日か、金子の仲間が10人ぐらいさ、新年会やんだよ。で、1月はいろいろあっからね、おめえらもうね、新年会はさ、1月やんねえで、もう2月入ってたら2月新年会本当に俺はね、人に恵まれてさ、さっきのチャーマスでもさ、まだこれが無理に言われるのかそれは何でもそんなのいいんじゃないですかあ、いやいや、はい、面白い。いや、一個ぐらいしかつまめねえから。あ、なるほど。一個ずつ、ね、あ、足りますか、これ。いやいや、いいんだよ。いいですか、ね、適当で。はい、あ、了解です。いやー、俺明日サーキットなのにこんな飲んじゃったらもう明日あでもダメですね。まあでもどっちみちクリックしてから。まあまあまあ、そんなまっすぐじゃないから。すごい、工藤さんに勝たれた。あ、昨日の明日それ結構真剣勝負じゃないですか。大丈夫、あの酔い取れそう。あ、オッケーオッケー。真剣だ、いきなり真剣だ戦うの真剣か。でも古山さんは3回に1回ぐらい突然自分に電話をいただくんですけど、7回に1回ぐらいしか出れないんですよ。だいたい自分がこう昼間とか会議中だったりして、で、あの長くなるのが分かるので時間があると1しか出れないんですよ。だから一瞬5分あってもあ、ここで出るとその後詰まるなってなるときはやっぱちょっと見送って、で、携帯お持ちじゃないんですよ。この黒電話、電話回線で唯一連絡が取れる、うん、だから LINE、メール、スマホ、全部電話回線、連絡手段ないので、この1本のね、直通電話のみが古山さんとの連絡手段で、あれ、手紙もあるよ。手紙出てもらってもらってさすがにか、さすがに。だけど今回あの、この動画を事前に確認、ね、あのここはちょっとオフレコだけどってトークも多かったから、事前に確認してもらおうと思ったときに、さっき考えてたのは、何も URL が送れないじゃん。かといって、はがきであの YouTube のさ、あの、あの、いいんですか、ね、もうここまで来たらね、いいですか、じいさんなら好きにやれよ。全部出しちゃうよ。それで見てんだから。やったー。編集の人が一番喜ぶ。カットなし、みたいな。いいんだよ。どうせそれ見ねえんだから。いやいやいや。さっき僕聞きたかったのは、古山さん、あのベスト3の魚はね、全部だよって。いや、逆じゃ、まあ、あ、素晴らしい。ね。うん、でもね、俺は長い間いろんな釣りやってっから、江戸前の釣りも、うんうん、もう好きで。だけどね、時代が時代でね、どんどんさ、これ美味しい、これ。ありがとうございます。これね、うちの女房のね。あ、じゃあじゃあ。力作。これまだいっぱいあるからさ。何ですかこれは。あ、だから味噌ピーで。味噌ピー。おお、千葉生で。だからこの人ね、千葉で味噌ピーって最低なんだよ。最低なんですか。水飴でべったり甘くてさ。うん、あ、これは違う。信州味噌でさ、うんうん、味噌でやってるから、これは本当ウイスキーが最高なんだよ。あ、わかりました。おいしい。ウイスキーいきます。これはおいしい。え、で、先ほどの話聞きたかった、シーバスがで一番とか。だけど、こんだけ冷たくなってくると、油性チーム少し進んで、こうやってね、うんうん、押してる。あ、で、押し食べて、今ね、本当に俺がここまで来てね、やってた釣りがね、明らかにね、あの加工してるというか、何だか、まあ、タロウ釣にしても、うん、それからハゼ釣にしても。あ、ハゼも。そうそう。いや、釣れるよ。うんうん、だけど、ハゼ釣りはもう典型的にね、一番分かりやすい自然のね、劣化と自然の変化、うん、昔はさ、江戸前のハゼ釣りってさ、この1月の20日まで、うん、ヘタハゼってさ、深いところの、うん、あ、はい、うん、はい、
深場のお茶で、うん、12月の半ば過ぎからさ、お茶釣れるんだけど、今ね、お茶が落ちるとかもうないんだよ。その深場の10メーター以上の前後のところが、みんなね、ヘドロか、もしくは無酸素地帯になっちゃってて、ハゼってさ、あの穴掘れねえんだよ、そういうところだと。ハゼって穴掘って、で、あのそこで、あの産卵越冬してさ、っていうのが形でさ。ではもうね、最近はもう、俺も年、ね、じいさんだから、もううさいこと言わない、もう釣りでなんてもいいよ、ハゼ。で、去年は結構釣ったよ、こんなハゼ。小さいのね。で、小さいのは、ちょっとだから、ライトタックルだよ。ああ。軽い重りつけて。金子ハードル高いけど、ハゼで一緒に遊ぶぐらいだったら、僕らも一緒に遊べる。金子多分いきなりは難しすぎそうですよ。よし、東京マハゼ。東京マハゼ。じゃあそのシーバスがのハゼがあって、なんか、いやだからさっきから言ったようにさ、うん、俺はもう外力はしねえから、うん、話があって、うん、俺が乗れそうなら乗るけど、おなるほど、俺からね、ハゼやんべえの、タナやんべえのって言ったりかなと、うん、了解しました。いや本当来てくれるのはありがたいけど、俺からはもうね、お調べてみんなに声かけないんだよ、めんどくさいから。あとはね、宴会はもう10人以上やらない量も解消だから。あ、まあ10人以上はやる、やらない、あ、やらないと。そうそう、ありがとうございます。なんか今日セッティングと、あと、後片付け含めて、目覚まのうまい、うまいよ、それ、うん、美味しいっていうか、だからこれはウイスキーで、そう、これ飲んだらウイスキーに行こうか。ちょっと見て、はい、今こうやってこういうことついてるけどさ、はい、これ一人にして時はもう10時過ぎるとさ、ちょっと待って、何何何で雰囲気を出すつもりだな、これ雰囲気をね10時過ぎると10時過ぎると出す、はい、電気を消して、おっとっとっと、おお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 これは大きい場所に、よし、いやまた渋い、あ、これはさ、ここで、でもこれ YouTube 的に難しい。いやこれは余談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 、ここでウイスキーね、オンザロックで飲みながら、ジビットロードに、いやいいっすね、参考っすね、しばらく、あ、いいよいいよ、やんなくていいよ、しばらくこれで、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、その前その前ちゃんとバックグラウンドミュージックあるんだよ。あ、でもそれも YouTube で難しい。すげえ。いいよ。すげえ、たまんねえわ。たまんねえわ。なんかエンドレスで毒が溢れてくる感じ。いや、これはこっち抜きにしてさ、はい、君らが来た時、はい、もう9時過ぎたらさ、はい、こっち系で、あとでそこにランパンあるからさ、コーナーのランパンつけてさ、すごい枯れ薄いてるんですよ。あ、そういうこと。いや、もうまんまいきますよ。ちょっと音楽だけはダメかもだけど、明かりはなんかそれはそれでね、楽しいよね。ただ、さっき俺の上着を取ってくださっチャンネルで一番長いと思う。これ、あ、そう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 、それで電話が来るんですよ。で、出れる時に出ると大体30分ぐらいのお話させて、めっちゃ薄切りだったんで、まあいろんなね話して、で、まあ釣り行こうぜとか、まあよく何でか分かんないけど買っていただいてるってことで、まあ、今回もね来てるんですけど、でもなんか自分もやっぱり古山さんを知らなかった時から古山さんの本を持ってたり、古山さんが書いた防波堤入門とかね、釣り入門っていう本を読んで自分の育ってきた釣りっていうのから、この子でも大事にしたいなと思って、まあ、そんなね、どうかなればいいかな。で、自分ね、幸いにもこう接点を持っててこの話聞けんですけど、より多くの人にね聞いてほしい、こういうお話聞いてほしいし、こういう世界を見てほしいんで、僕らが今ハマってる世界の30年前からそれやってた人のね、ちょっとでも映せればってことで、今回もノーカットでほぼ出しますんで、ちょっと長い動画だけで見てもらえたら嬉しいなと思います。え、何の握りました？わかんない、音楽、音楽で、これから YouTube で、YouTube 的には何だっけ、著作権違反の可能性がありますとかいう動画になっちゃうかもしれない。
こクリア、いけ、エラー出なかったらそのまま行きます。ああ、エラー出る。でも、結局だから、古山さんたちがやってきた昔の歴史ってあるんですけど、そこの今、上に、そのまま進化版で乗ってるのかな。絶対そう、絶対そう思った。なんか、こう、真上にいるっていうよりも、結局、古山さんたちが迷ってたことを、あ、俺もそんな迷いなのかみたいなのが今日いっぱい聞けた気がした。うんうんうん、いや、だからなんか俺なんかはよく YouTube でも、まあよくてかたまに言うのは、ルアーでこんなもんで魚が釣れるのかっていう、うん、おもちゃです。最初の餌釣りの人たちしか、うんうんうん、餌釣りしかしなかった人たちが最初にぶつかる壁を動画とかテレビだよね、うん、テレビとか雑誌でことごとく証明してくれたのが古山さん世代、西山さん、村越さん、村田さんで、どこかそれを見て釣れるはずだって、でもやっぱ現場では堤防ではおじいちゃんたちそんなもんで釣れるかもねって言われたからいやでもこれで釣りたいんですってやって釣ってたのが俺たち世代で、そう確かに、でそこからパターンフィッシングみたいなとこまで作り上げた上に、さらに今度大野由紀とかさ、高橋ですけれども、もう新鮮ですね、多分ね、うん、これでルアーが釣れ、こんなんで魚が釣れるかって思わない、うん、あ、そういうことか、もう当たり前、うん、そういうことか、だから土俵の上に乗って次の土俵を作るっていう、これはフィッシングの文化だと思うんですね。それはまさに文化ですね、うん、俺もその、うん、まずこんなもんで魚が釣れるのかってとこは、うんうんうん、やっぱもうダイバーね、ザ・フィッシング見れば村越さんがやってて、ね、釣りの間を見れば村田さんがやってて、だから、うん、そこは疑わないじゃん。あ、まあ確かに。でもたまに釣れないとさ、やっぱりさ、これは追い染めじゃねえかと思ったりやっぱそこは戦ったせいだよ、ね、まあ確かに、そうそう、あの見せてもらったものと俺が買ったこれこれマジで横のおじいちゃんが言うわけだよ、そんなもんで釣れなきゃなんかろうってさ、だから戦ってたけどやっぱり釣れればさ、うん、確信になってった世代で、もう多分一回り上、あ、下か、一回り下の世代は釣りっていうものが、うん、もうルアー当たり前になっているのかな、ね、若い子はそうだ、ルアーっていうだけでさドキドキしたもんね、ドキドキした、こんな超合金みたいな、なんだろう、ほんとに最初はもう俺も手長エビでの電球機の流し釣りで100本、まあ200-300本釣った後にルアー釣り始めたの、そんなに続きたい、今それだけ釣った後だからもう手長流したら一力って分かってる中でこんなんで釣れんだろうかって続きは幻だったな、ワンシーズンかかったよねやっぱ秋、でもそれはあのかかったのか、ちゃんとやれば釣れたんだけど、うん、もう10分もやってダメなら信じられないですもんね、そうそう、自分がやってることは信じられない、そもそも信じてないから手長持ってきてるし、それそれ、まただって本当にまことしやかにさ、うん、続きはあのエラー洗いしてエラー豚で針スキルとか書いてあった時代だから本当かみたいな、で防波堤から少年がさこうやってるとかで糸が伸びてて鈴木が海面ジャンプして切って切ってる絵があったじゃん、だって全部同じ絵だった、うん、人生一回もないやつあれってねおお、ちょっと待って、はい、いい天気だな、いや世界が始まりました、ちょうどね俺が20歳過ぎぐらいの JJFA で大会出るでしょ、うんうん、そうすると生演奏で呼ぶのよ、生演奏、そうそう、だからあのサバの、ま、丸橋演奏さんのところのサバのっていう大会があって、うんうんうん、でもうだからそれがもう20代の俺には許せ、もう全然理解できなかったんだけど、もう当時1万いくらでいて、で船で、ね、みんなお金出してつって、名古屋町が全員みんな3万円ぐらい出してるのに、何こんなに商品少ないんだって、もうだって生ビッグバンドが来て生演奏してるの、どこに金使ってんだよって当時はさ、思うんだけど、いやだけどそのこの年齢になると、うん。それを多分これが遊びなんだよ、みんなで楽しみたかった部分っていうね、先ほど JJFA のさ、その偉い人っていうか昔の人たちのその、はい、いわゆる言っちゃうんだけど、いわゆるその上流階級の遊びみたいなところの流れなのかな、そうそう、だからそのいやそれはそう、大学ね、普通で卒業して社会人1年目になるかならないかの時の
本当にお小遣いなんか泣き出しの小遣いなくて、しょっちゅう誰か結婚するしな、ほらな。それでもうね、なんか大会で上位に行って、絶対なんかリードもらうんだとか思ってたら、もうビッグバンドだ。本当にただただ表彰状1枚もらって終わって、でビッグバンド売りましたっつって、どこにお金使ってんのよっていうね。なるほど。来た。おお。あ、じゃあ自分。真ん中。あ、上じゃなくて真ん中ですか。いや、あのね、コルワのランタンはね、ポンピング含めてめんどくせえから。ああ、了解しました。これやべえ。え、これ缶は補充してんのかな。これ相当錆びてて、それ。うん、まあ確かに。毎回年足しだろうね。いや、だから昔のあれね、キャンドルの世界だよ。ああ、いいですね。テントの中でやるのは、うん、コロナになったら危ねえんだよ。危ねえんだよ。これだったら、大丈夫だよ。でね、これ。お、セリフたちや。これ、ノリに乗せてたんですか。あ、ノリさんのやつですか。いや、一緒にやった時のショットなんだよ。へ、ノリさんね、使い方悪いから、こう破けちゃってさ。あ、はいはいはい。で、これが原型とどめてんだよ。おお。じゃあこれだけで何年ものですか。もう34。40年以上前。で、これはキャンプの時に、ね、キャンプサイトで夜さ、ウイスキー飲みながら、もうこれ飲んでリラックス。最高だ。最高なんだ。最高です。で、ノリさんはこれをあれに乗っけて、ボートに乗っけてさ、で、これ。あのカナディアンのタイプもでっかい。ちょっと俺たちも優雅さを取り戻したい、優雅さ。あのね、ちょっと来て。ブラガさんたちはまだ早い。早いですか。早いっていうか、今から一つ一つ石重ねるようにさ。今からですね。そう。だって今一番面白いんだから。もうですね。仕事もそうだし、ね、このブルーブルー仕事もそうだし。はい、この中いい仲間だよ、この皆さん。俺、最高だと思うよ、俺。ありがとうございます。ね、これがどんだけ持続してさ、いい付き合いしているかって。そうですね。仲間っておっしゃってましたね。俺は本当ありがたいことに、俺みたいなね、小粒、ね、器の小さいやつがさ、いろんな意味で、高校生からさ、80過ぎの人からさ、付き合ってくれるんだ。だから、マラシエゾーさんね、チャーマス、ごく久しいから、ただ一人かけ、二人かけ、ね、アグドザースの北川明さん、それから、ウォルトンって、政治やってる、カズル慎一さん、みんな死にやがって、うん、人もこのように見ていたら寂しいよ、だから。でもそのうち俺も行くんだよ、でそれはもうね、人の生き死にはさ、そこ行っても分かんないよ、だって俺はずっとでもガキのまま、つまりヤングアットハート、おう、もうね、俺はもうね、変わんない、もう少年の心をずっと持ち続けてさ。あ、最高ですね。あ、そう、実は先ほど次の質問でしたかったのは、その今僕らがこの世代でやってる、で先輩、大先輩からて、こう目指すべき、いや目指すべき、そのこうなんだろうな、釣り人のこう進む道というか、こうだんだんこう長く楽しむためとか、人生を豊かにする、こうなんか進む方向、そんなの自分でやればいいんだよ。ね、だから俺が言ってるのは、俺で、ね、つまりもうね、次はライブ現場だから、現場をね、コツコツとさやってるやんね、なんかね、それなり器が小さいなりに一つ一つさ紐解いていける、やっぱりその昔の釣りは良かったなって、ないよね、一つも今の釣りなんですね。そうそう、ついつい、ね、昔取ったなんとかにね、俺こんな大きいの釣ったぞの話ばっかりになっちゃう。 100% ね、言ったよ、俺だからね、過去の思い出 でかいの俺ね、いや、なんだ、いい魚、何にもね、いや、思い出あるよ、それ、それさっきの、いい話ばっかりですね、でもやっぱり今の、そうそう、いや、これもう消そうよ、もう。いや、やっぱ、いや、これはこれでさ、ね、一人で意識のいながら、はい、モダンチャンス、いや、これは行きですね、確かに、どうします、このまま行きますか。いや、違う、だから、ね、これ抜きにして、ね、来てくれりゃさ、これ抜きにしてさ、撮影これめんどくせえから、これ一個目やるの。も
それよりさ、平井さんちょっと平井さんのところでいっぱい飲みてって言われて、ね、で、俺はこれはさ、こっちは仕事だけど、こっちはさ、あのな、あ、土曜日のね、棚子の中身じゃねえけど、これね、あんまり銭がね、絡まねえんだよ。だからもっとね、ちゃんとお金取ってくれって言われてっけど、で、一応買ったりすっから来てくれて、そうじゃねえけど、こんなね、偽あの、どっぷり出してとかさ、そのダブル出してとか。いや、素晴らしい。なんか、本当にいい経験です。この人のあなたが言ってきたらさ、竹スコッチウイスキーでもさ、何の用意しとくよ、会社高いけど。いや、このディアーズってね、ハイボールの、ウイスキーハイボールの、あの原点、あの元祖なんだよ。このハイ、あのディアーズで、はい、炭酸で割るのがさ、あ、そうなんですか。いわゆるハイボールの大元というか、そうそう、あ、へー、大した酒はね、ウイスキーじゃないんだけどでもね、日本人にね、ハイボールにするのが飲みやすい。いや、俺はね、俺は久留山のフグだから、俺はいい、ね、あの、ハウスワインの本当はね、あのサントリーオールド、ダルマなんだよ。おぉ、だけど最近ダルマ高いからね、値段上がっちゃいました。でも、国産のでも結構美味しいのいっぱいありますよね。いや、だから、うん、あのなんだろう、うまいだろうね、あの問題だ、話題だっていうのね、山崎含めて、うんうん、だから俺がね、結構、うちの兄貴の系列でさ、駒ヶ根にね、あ、もしかしてマルスと、あ、はい、マルスウイスキーのね、はい、コスモ、あれ結構美味しいよ。あ、でもあれ5000円すんだよ。いや、でもマルスなんてどこで買うんですか。あ、結構売ってるよ。あ、そうなんですか。初販店で。あ、またし、またコアなところを。あのね、同じ5000円レベルだとね、スコッチウイスキーのね、まあまあのやつと、あの肩並べる。だから、メジャーな、はい、12年、18年ぐらいのやつとさ、肩並べる。そのマルスのその、うん、5000円の、なんか、コスモ、コスモ、ええ。あ、自分はあの田舎にいたことがあって、マルスにはよく行きました、ね。ああ、なんだ。で、マルスの初代の、工場長が、はい、うちの兄貴のごく脇しの人なんだよ。あらら。だもんで、マルスウイスキーの工場行くとさ、はい、俺たちがキャンプサイトをさ、あの川沿いの。そう、川沿いのところの、あそこのところの、あれ、なんだ、あと、なんだ、カラマツのさ、はいはい、森の中に、下全部さっさ買ってくれてさ、キャンプサイト作ってくれて。あら、素敵。最高じゃないですか。でもうね、朝からこれ。あ、で、太田切りが私、ね、目の前川だから、はい、あそこ釣れないですね。だから、あんな暴れっかは釣れねえんだよ。うん、ほんと釣れないですね。だけど一応ね、漁協の若い人たちは、あの、あそこの原生のさ、元々の岩場は一応白い堀を含めて、上の方からちゃんと魚入れてんだよ。あ、そうなんですか。で、釣れねえのは下手っぴ。あ、やべえ。やっぱりね、細かくね、はい、丁寧に叩いていくとね、はい、一応魚はいるよ。ああ、そうですか。 あの何本かこう稲寄りのところでは釣りやすい川が何本かそうですね。いや、俺もね、いや、もう早く出てきてるけど、渓流のフライフィッシングと、はいはいはい、あとビノイングはさ、相当古い、一生懸命やってんだよ。ただ最近足悪いしね。ああ、そうですね、足使います、ね、あ、そうなんですね。いや、でほら、フライだとね、みんなすごい人たちボロボロ行くから。で、死んじゃった勝利新一さんってさ、ウォルトンの社長になったその人だったからさ、俺より一つ年上だけど、一緒にずっと日が続きも含めて渓流、伊豆の渓流とかさ、それから、あれ、なんだ、福島白河の、あ、彼のところは菩提寺がさ、福島白河に菩提寺があるんだよ。あ、はい。そういうもんで、そっち方面でさ、一緒に行ってやったんだよ。その時、恥ずかしい話、テレサ先行けよってさ。あ、ね、後から来て、来た時に、
俺の船引っかかってるでしょ、これ。なんだよ、これ、このゴミみたいな、おめえの船だねってさ。すごいなぁ。いや、お調べて、俺はさ、ロマン持ってるから、船にはさ、どうしてもオーバーデコレーション、つまり、いろんなのこう入れちゃうんだよ。例えば、この毛は3本しか使っちゃいけないのに、5本入れて、もっと浮くとかさ。あと、ハックル、ほんとこうさ、ハックルね、2、3回でやっとこうさ。ちょっと多めに。すごい多めにバッチリやったりとか。そしたら、あの、それにチャートがあってさ、そのチャートから完全にはみ出しちゃう。いや、フライフィッシングもね、ほんと面白いよ。ただ残念だけど、最近もうね、膝とこう、筋肉衰えてるから。ちょっと待って待って。全然もう上がるから、また定食が戻った。音楽調査してどうだろう、 YouTube 入ると多分問題ないじゃない。そもそもあの現場に流れてた音楽は OK ですね。あ、めっちゃ出た。あ、それはね、フラフィッシュがね、このバッグ一つあっよ、これでこれこうしてさ、おで、もっと間抜けなのが、もっと間抜けなのがさ、フライドックス落っことしたから、これついてってさ。なるほど。あ、ちゃんと繋がってるんだよ。全部に。あ、それだけ。え、一個一個全部。で、一個。ビールいっぱいあるんだ。すげえ。全部、え、どういう構造？なんかビールがいっぱい。下にピニオンビールがいっぱいついてる。うん、絡みそう。絡まないんだ。確かにね。なるほど。ちゃんとガサーっと落ちるもんな。じゃあこれ何個か。何個もホイットでとかさ、高いやついろいろね、みんなね、顔の中でさようなら流しちゃうんだ。確かにフライはケース小さいもんな。どうしても見せたいのがね、これにね、傑作、みんなにバカにされてるけど、みんなにバカにされてるけど傑作ですか。そう、もう一生懸命作るから、こう作ってる時間からドラマが、あ、お、うん、お、虫、カメムシね、カメムシ、思いっきり虫ですね、これ、ははは、すげえ、これ、あ、カメムシ、これは虫だ、こいつの線でさ、はい、これ落ちてたら虫だな、うん、針ついてる、すごい、いや。これね、うんうん、9月頃ね、はい、カメムシが大量に発生する。カメムシパターン、はいはい、これ本物のカメムシですよ。え、これカメムシつけたんですか。え、違うよ、ちゃんと作ってるよ、ね、失礼な、失礼いや、本物に作ったけどすごいリアルだ、ね、ちょっとリアルだよ、ね、だからこれはサウスゲートにしてさ、暇にやかしてさ、いや、糸じゃないね。そうそう、いや、なんかね、これ本体は何でできてるんですか。コルクで、あれだよ、ほら、あのワインの線だよ。ああ。いや、すごいだから、リアルなのよ。だから、てっきり本物のカメムシぶっ刺して、ウレタンフローカーだったりして、これ、もう魚かけて、フック開いてるじゃないですか。うん、すごい。いや、これかっこいいってことは言わなきゃいけないよ。9月頃ね、うん、あの大きいのがゴロゴロしてるところに、カメムシ発生するとさ、うん、あの岩のにごっちゃでさ、乗っかってんだよ。それで蹴飛ばしてさ、落っことして、本物食わしてと言って食ってるところでさ、これポコッと落とす。一発で食っちゃう。それ一発でさ。なるほど。最高だよね。あのスイカ巻いてって、そのままスイカに貼り付けて流すみたいなやつ。君、よく言ってる。俺ね、スイカのバカ水に、うんうん、あ、達成してごめん。あ、そうなんですか。ちょっと見せるよ。あ、やった。面白いね。でね、マラシエイゾさんもね、うん、一緒にね、スイカのバカ水にやったんだよ。うん、いや、てるちゃんね、俺なんかは、湘南のね、あの、サナギのバカ水に。カイコのサナギね。そうそう。だけど、スイカで釣れるね、あの黒い釣りやったことねえから、連れてってよってさ。で、小宮と一緒に連れてったら、うん、で多少こうやってね、スイカ巻くんだよ、はい、うん、え、あれは赤くて甘いとこ巻くんですか。あのね、適当、あ、そうなの、巻きすぎちゃうと、うん、赤いとこだと沈んじゃうんだよ。あ、なるほど。
だから白いのをちょっと残しながらさ、こうやって、ま、それも、もう大テクニックあるんだよ、それも。何でもやってる。糖度が高いとか重いんだよね。面白いこと何でもやってる。だからもう売れすぎちゃってるスイカを持ってってやってるのが初めらしいですよ。ああ、なるほどね。なんでスイカ食うんだろうね。だってあいつスイカ知らないはずじゃん。ね。うん、彼の生活史の中で泳ぎながら。2、3年前からタマンもポカン釣り？ポカン釣り。マジで？スイカで。いや、だってスイカもなんか塩で死ぬ中の人と砂糖で死ぬ中の人がいて。マジで？うん。へぇ、比重の戦い。そうするとじゃあ、あれも多分柔軟性がすごいんだな。子供の頃にやってみたかったんだけど、千葉県って書いてあるから、いや、これは無理だと思って。うん、てか、いや、俺らが子供の頃ってクロダイって幻じゃなかった。そうだったよ、うん、今なんか一回でもいいけどさ、だって俺それで、あの、うん、それこそルアーで釣れるようになって、お前王者なのに、お前どうしたって、うん、そう、だってあの、いわゆるね、森で僕、安値して魚結構ついてたんだけど、クロダイは結構、ね、ほら、出てるじゃん。お、出た。あこれ見てくるんですか。これでにこのぐらい針しとって、そんなもんですか。こんなもんで、いや、もう上出てきちゃうんだよ、巻くと。で、下、スイカの糖分高いと下入っちゃうんだよ。あ、はい、そうするとね、はい、上出てこねえんだよ。ああ、なるほど。え、したら、あれですか、もう、あの、いわゆるコインに餌巻いてパクパクしてるような状態にまずするんですか。そうですね。いや、俺もだからね、小学校の頃から一緒にやってっから、現場、だから俺いつも言ったけど、釣りは現場なんだよ。で、現場見てると、マネキンのやついっぱいいんだよ。とんでもないやつ。さっきのほら、あの、あれ、なんていうかな、あれ、あの、飛ばしるって言ったんだっけ。あ、はい。あれだってね、うんうん、やるやつは、ルアーと一緒だよ。こうやって。あの春つけてさ、こうやってスイミングする、あの、あ、飛ばし浮き泳ぐ。そう、飛ばし浮き泳がせる。で、俺も作ったんだけど、全部なくしちゃってもうやんなくなったら最後浮くだけ残ってて、うん、ありがとうございます。で、これもね、ここに針つけるとね、うん、はい、え、そこに来ちゃうんですか。そこにしちゃうんだよ、これに、ね、マヌケに。これで目、神経質だから、うん、こんなの食うと思ってね、ね、うん、こんなのに寄ってくと思ってねえけど、うんうん、この人にちゃんと餌ついててさ、ここ針ついてるとさ、マヌケですよ、こうついて針かかってきちゃう。へえ。で、マナシエドさんが、ね、うん、テンちゃんね、ポカン釣りスイカにやったことねえから釣れてんだよって、一緒に行ったらさ、1回目でさ、もう1キロ半かぐらいの何匹かちゃんと釣れて、で、それも全部丸に見えて、うん、で、あれ、調子に乗ってバンバン巻いたらさ、どんどん込ませるって、あれ、スイカ置きに行っちゃって、こうなってんだよ。それね、全部ネジだとね、あの、臭くなる。ああ。だからさ、全部ね、ネジだと臭くて、あれ、釣り物じゃねえよって。いや、だから、ほら、俺、なんで平鈴木、結構、ちゃんとやったかっていうと、一人でやったから、はい、千葉の磯ってさ、縦溝と横溝って、はいはいはい、縦溝が潮を引いてると、バクとさ、あの、あ、そっか、溝に沿って、そうそう、出てくる。うん、だからほら、あの、なんだっけ、反転流と一緒なもの、はいはい、で、それは俺はだから死んじゃった小高一郎さんに子供を連れてもらってさ、うん、あの人の釣りの、あの、名人芸はさ、そう、縦溝にさ、イワシの道巻くんだよ。で、つけ餌は、あの、カタクチイワシ、半身にしてさ、だからあれが、ま、ない時代、まだオキアミがない時代、うんうんうん、で、小高さん、なぜこんなところから溝になってとか、あ、はいはいはい、だからもうあれで今みたいな玉浮きつけてさ、で、そこのとこ溝を外で出して、で、全部でかいよ、キロ半からの、はいはいはい、それはあれですか、だからそのキラスズキが終わった時間ぐらいから、違う違う、別々で、全然別、お高一郎さんは、ね、今生きてたら89か80、はい、だ、90近い人だから、その頃石田一にバリバリの石田一の石田が王者なんですね。の頃は叩きずに見てんだけど、お前は古山にはあんなね、漁師の釣りなんかね、面白くねえよってばかりしてたんだよ。あ、野口さんでこうやってやっただけだから。あれ、僕本物見たことないんですけど、
いわゆる野毛沢ってどんぐらい、鮎沢ぐらいの長い、いや、5メートルぐらい、で、あれ同じ長さでか、もうちょっと長いか、人によってもっと短いか、辛いね、で、さっきの湯水のみたいなやつを叩いてる、そうそうそう、あと土壌引きって土壌、ここにさ、5、6匹さ、はい、あの土壌で、土壌も生きてるやつだけどさ、叩いてこうやって柔らかくしてあるやつ、うん、いやそれは俺は子供だったからその識別は できなかったけど、うん、その土壌引きやってる人はそのノウハウちゃんと持ってってさ、それって平続きは釣るじゃん、そうそうそう、うんうん、一番最初平は土壌だった叩き釣りだ、俺が知ったのは、うん、でそれはね全部紀州から来てんだよ多分、あーあーはいはい、あの、ね、流れは串本とか月見もそうだしね、うん、からなんか そっち系のいろんな釣り、それからね、あの三島釣りってさ、タイ釣りで、うん、いっぱい釣る、あれも全部紀州からさ、ね、こっちは紀州の釣り口すごいな、あすげえな、誰ってわけじゃなくて、そうそう紀州の文化で、そうですか、大阪の人ですよね、いや紀州だから和歌山じゃないけど、和歌山その釣り文化作ってる主体は、主体はだから南紀で地元の人ですか、そうそうそう、大阪の人が来てんじゃなくて、違う違う違う、大阪なんて商人の町だから、うん、あんなの釣りなんか関係ねえよ商人しかしねえよ、ね、太平洋側に面したね、だからあの南紀白浜とか、うん、串本とか、うん、地形は全部漁師の釣る人たちだから、あ、その叩き釣りってそっちからの文化、いやわかんねえ、わかんないけど、少なくともあの伊豆と、うんうん、あの外房は叩き釣りやってたんだよ、あただね、俺はね、ずっと俺はずっと人に言ってけど、俺そんなね、あれ博識知識ねえから、わ、かんない、そのね、あっていうか、その、あの叩き釣りっていうのを、うん、あのもう僕の世代、僕、さんざん実は磯に行って、その平鈴木を追っかけ回してたんですけど、その叩き釣りっていうのを現場で見たことがないので、だって漁として成り立たねえからもうやめちゃって、ね、そういうことなんですね、あ、これ入れますか、はい、で昔はもっと魚がいたんですか、だと思うよ、うん、で、あの地の皿しかやんねえから、うん、振り込んで買って引くんだ、それで全部あの地の皿し、うんうんうん、15メーターか10メーター前後かの地のさらしと、うんうんうん、今というところも足元さらしですね、いやだこれは本当ね、あの語り出すとさ、そっち方面ってさ、そのライブのその時にいたしかわかんない、あとこれやるやついいんだよまあそれいつの時代もそう、お約束です、見てきたやろ、嘘をつきってさ、で俺はライブだったからざまみろで確かに生き死にきって、あ、そういうことですね、チャレンジしに行く、だって結局あそのところ、いや、あのね今ね、鈴木釣れねえからね、やめた方がいい、だって今村越さんたち含めてさ、うん、あそこ、あの、なんだ、後藤とかさ、うんうん、なんだあの、あ、長崎の方に、こんなだよ、あ、まあ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 、でさっき見たら、俺の釣ったの全部、いや、あれはでかかったな、あれはでかかったな、でかくね、もっとでかいのは7キロだから、な7キロ、だから80、90ちょっとかけて、グラス引いてね、大きくなると結構目方背負うんで、この痩せっぽちいねえから、で東京は最低なのは、一番厳しい時はさ、槍鈴木って俺は勝手に名前つけたけど、槍のみたいに頭でピューってなってた、ああ、はい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 、痩せてんだよ、だから90くらいやね、それも勝手に、あとね、血入っちゃってんだよ、あれなんて、なんていうか知んねえけど、浸透圧なんか知んねえけど、 ありますよね、そだそれ、あと引かない、あの槍鈴木は引かない、あ、そうストラキさんと釣れるやつ、まあまあ、え、でも、じゃあ、フランさん、今あれですか、その実は東京湾でも、あの小さい、まだファンコですけど、平鈴木が結構出だしたのをご存知ですか、平鈴木は来たことあるよ、あ、そうですか、あ、もうあの普通とかで小糸川でね、小糸川、うん、はい、でね、あの、のりちゃんのところに出入りしてるやつがさ、若いやつだけど、うんうん、そいつがね、こういうやつだよ、うん、あの平鈴木、おーおー、小糸川の加工、
はいはいはい。これじゃねえのって。あいえ、あでもね、ちょこちょこ、あの、だからそれちゃんと見ましたね。そうそう、まあ、来てますね。うん、いや、あとあれ、メッキ。あ、ね、大きくなりました。あでも、うん、最近は大きいでしょ。そう、さっきあったその本でさ、ルアズリか、若林さんたち一緒にさ、やったときさ、うん、景気運河のさ、排水溝のあったかいところ、このぐらいで、うんうん、1キロはちょっと超えるぐらいか。あ、それは引きますね。そうそう、だからヘタペのやつは、うん、あの走られてさ、うんうんうん、なんかこういうところに絡んで、あのラインブレーク、うん、あいつは引きますよね。だってさ、GT ですよね。そう、いや、あのね、銀河メアジカね、だからあの浪人アジじゃねえんだよ。ああ、霞か銀河メか、うん、鬼平、うん、鬼平か銀河メか、今度銀河メ、銀河メ、あのよ、今もうオンハイスで越冬するらしいですね。ああ、そうだよね。俺はもうね、このね、年とかってこの年になったら全然興味ない。もう興味ないんだ。なるほど、なるほど。でもう散々さ、いわゆる平地類はいろんなの釣っちゃってっから、でかいの釣ってないよ、そんなジャイアントトレバーにこんなの釣ってねえけど、でもそこそこのやつはさ、南の島含めてさ、あのね、テレビの取材でね、あそこ沖縄選ぶ行った時さ、モデルのお姉ちゃんと俺とで一応釣り絡めてさ、あの人もう死んじゃった、あの名アナウンサーの人がさ、あの15分かかると思っててさ、で俺の先輩のところの話であったんだよ、その誰も行かねえから、みんな行けよって言った時にさ、沖縄のこう外側のさ、防波堤とも立ってね、17フィートのフライドウッドとさ、うん、ダブルハンドのフライドウッドとあと持ってったんだよ、うん、全然釣りになんねんだけど、たまさかさ、あのプラグでさ、やってたのさ、あれはでかかったよ。あれは明らかにね、20キロクラスのさ、ロニアジ、ね、全然取れないよ、そんなドサロのそういうところだから、やっぱり絵にしたかったってね、カメラが言ってるけど、うん、なんねやんな、もうで一応このぐらいの、あの小さいさ、やつと、あとあのナツとさ、それが一応釣って、でもそれよりね、あとカメラマンとディレクターはさ、あれ、沖縄では焼酎飲んだりとか、なんかあの洞窟でさ、ね、あの鍾乳洞で、なんか男女の見に行くとかさ、そっちメインになっちゃってて、あの俺の相手って、俺の存在何なのって、したら、それがそんなに悪いけど、モデルで美人じゃねえから、砂浜とかあんだって歩いてくれってさ。なんじゃそれ、やめてくれ。手先だけでさ、うん、カメラを回すからってさ、なんだよ。で俺はほら、その興味ねえから別に何しようがさ。で2人で飽きました、そのブスのモデルのお姉ちゃんとアンダーで。前失礼しました。いや俺はだからさっきから言ってるようにさ、逸話ね。魚も含めて、はいはい、思い出いっぱいあるから、うん、誰が一番何がすごいかって断然ない、みんな面白かったから、本当それだけも、うん、一番素敵な言葉ですよ、今日。それが素晴らしいな。で、俺フロリダはさ、一回行ったんだよ、はい、フロリダ。で、キーズはたどり着けなかったんだよ。だけど、ヒロ内藤さんがスケジュール空いててさ、ポカグランデって、手前のところのさ、ハーバー、だったら、フラさんとスケジュールと僕のスケジュールあるからって言うんでさ、ヒロ内藤さんがホテルまでさ、でかいさ、トレーラーでそこに引っ張ってくれて、いや、あれで行ったんだよ、娘がね、町内のさ、宝かなんだっけな、ガラガラガラ当たっちゃったみたいな、あのディズニーワールド、え、ほんとですか、すごい、それで壊した、マジっすか、すごいな、すごい、それでいったなんかちびまる子ちゃんの漫画の話みたいな、すごい、いや、そういう本あっけどさ、あのアグリが、ね、山田女子がさ、はい、編集長、それ面白いからうちで記事しますよって拾ってくれて、あ、素晴らしい。でも俺一応ね、そのボカグランドではね、コビアと、それからベイビータ
スヌーク小さいのと、うん、あとあれ、フワマンズなんだ。フワマンズターボあれなんだっけ、あの細長いやつ、外イワシ、あれ向こうで。村岡さん行かれてたんですね。行ったよ。いやだからね、村岡さん、で今のあなたの仕事をいろんなとこ行ってやった方がいいよ。本当面白いからね。で今はもう廃れちゃってるけど、やっぱりねすごいのはね、あれだよ、あのカリブ海のみんなが言ってたあのカリブ海ターポンロッジだよ。だからターポンね、コスタリカ、コスタリカね。ね、あとは僕マラガス英雄さんのやつでアングリングで読んだことある。あ、そこで今さっきご飯やった。あ、はいはいはい。あ、なんかさ、あ、コーヒーコーヒー。そうよ。コーヒーがいっぱい。あ、ありがとうございます。これね、あ、おやきだ。お、知ってんね。あ、でもちょっと長野にいたので。よろしい。これね、あの高内食べる。いや、でもこれ好きでさ、野沢菜、野沢菜、うん、まい。え、信州どっちなの？え、信州飯田さんだよ。あ、川中島。ほほほほ、あ、じゃあ牧神の方ですね。そう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 、なんどおりで、あの野沢菜が割とこう色が濃いので、うん、だから、このね、色がついたらさ、うん、あの、なんだ、こっちに住んだよ、うん。処理で煮たりとか、で煮てやそれおやきにしたりとか、でフレッシュの時は緑の時はさ、そのままあなるほど漬物で食う。で俺もね、用も一人そうでさ、みんなにねいい恩恵をね今後してもらったら本当ありがたいよ。いや本当に私のとの付き合いもさ今日じゃねえけどさ、はい、俺この人と器が違うから、ね、よくぞ俺みたいなやとこへ来さ、いやでも俺ありがたいよ。この間のあの動画はすごく面白かったですね。面白かった。さんごめんなさい。あと結構酒飲んでたんだよ。ええ、あれもうすでに飲んでたんですか。だって電車だし。いや俺はね、うん、言っとくけどね、俺はね一番好きなのはホロ酔いが好きなんだよ。ああはいはいはい。でヘビーな泥酔はもう体を受け付けないんだよ、うんうん、いい気持ちでね。だからあの満身がさ、いいリラックス状態になるんだよ、この家だと。ああ、そうだ。それは、何ですか、こう、ある程度、時を重ねることで、そのバランス感が出てくるよ。あと20年しよう。20年かいや、俺ね、なあそこ、それか、JJK のさ、どっかに書いたけど、はい。ね。今の20代の人が、あと30年経つと50歳で、30歳の人があと3年や60歳の時にまだ椎柱やってるられるのか、うん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 、やっとかってさ、いうね、一応ボールは投げたんだよ、はい、だからこの人は現場の人だから、ね、多分、いやこの人はね、あの青年実業の方からいきなり辞めちゃうかもしれないんだよ、こっちも。だからでもあのいつも言います、あのあと何年この楽しい秋ができるかって。やっとすごいよ。やるつもりでね、うん、であと何年できるかは考えるけど、でも17から50歳までやってたら、うん、やめる気はしないよね。やめるきっかけないですよね。やめられる気がしない、うん、多分10年後もやってるんだろう。いやだって今天下無敵にさ、あの素晴らしいボート持ってるし、ね、そこからどっかね次もバッチリ行けるし、うん、ただ俺じゃねえけどね、やっぱりね、60過ぎだとね、やっぱりね、あのちゃんと、なんだ、あの筋トレじゃねえけどさ、はい、なんかやんねえとね、うん、俺、ね、だから最近、ここがね、あの筋力劣る。俺ね、ちょっとだけど、ちょっとサッカーやったりとかさ、あと山、うちの山屋だから山やったりとかさ、で結構ここ太いんだよ、だけど、太いけど筋肉が劣れちゃってるから。それは何の興味、何の意味もないんだよ、うんうん、意味があるのは、うん、皆さんが、ね、あと10年、20年はい、はい、をどこにやってさ、シーバスを楽しめるか。あ、そこです、そこです、ね、こんな強いなりとってもね、うん、ちゃんといるから、まだで、この人はもうね、ちゃんとそれ分かってるから、そう、むしろその昔みたいに100日なくたっていいんだよ。自分がこう、これからクレマさんの年に向かっていくにあたって
こう目指していくものが何か見えたらいいなぁなんて思った話を聞いてたんですけど、だからね、一昨年か、うん、その小高一郎さんってね、千葉のグレートアングラーがさ、コミュニティを立ち上げた人で、うん、が清水にさ、去年か一緒にコミュニティシーバスやってね、シーバスにやった時さ、うん、やっぱりこれ面白いなってさ、あ、だからラパラ千個ぶっ壊しちゃうっていうさ、つわものでやっぱり面白いなって、そう、あ、いやな、だから千葉磯釣りクラブって千葉の磯釣りを開拓したさ、うん、2番目の会長なんだよ、だから釣り屋の民宿の何軒かはさ千葉磯釣りクラブがね、その人たちって水木ってさ、あの磯でサザエとか、あ、はいはいはい、漁師やったし、やすなんだよ、ね、箱メガネ、そうそうそう、それでそこね、すぐそこのとこ乗っけろよってで乗っけてもらってやった時に、ね、一案だから認識やるよってさ、うーん、いうのを開拓したのが3、4件ぐらいあるよ、有名なとこ、その千葉一人クラブで、あの釣り屋認識やらしたとこ、そのぐらいだから、その小高一郎さんって千葉一人クラブのアイデンティティはもうすごかったんだよ、さっき言ったようにさ、だってね、こんなとこでさ、縦溝でさ、イワシビーチ巻いてさ、うん、それを適度に巻くんだよ、うん、俺もそれ、あの股あたりにその人に見ちゃったから、俺はとてもあの釣りは真似できねえ、だからすごいのはね、このここにね、カーテツがあって、うんうんうん、そこにね、おきてがあったんだよ、赤と青を取って、その時ね、千葉は海津釣りは海津釣りなんだよ、それはね、はい、深津釣りなんだよ、落とし込みじゃねえんだよ、その時さ、小高さんは畳屋なんだよ、本人は畳のあんちゃんだよ、だからあんちゃんだよ、まあ、俺が出会ったのはあの人はまだ20代の頃だよ、その時さ、小高さんはさ、その海津に畳屋なんてね、昼間の仕事だから夕方から時間空くんだよ、はい、で、コミネバルしか特にその森山、うん、あの、もらって渡してもらってさ、夕方から半夜の釣りやんだよ、海釣り、うん、すごいよ、ノベルサウでさ、輪郭つけないノベルサウで深釣りやんだよ、あの福井染めで、その時にね、当たりはここで取れるんだよ、こうやってやってて、塩ですとこうやって深釣りで、あとこれだよ、日本でほら、もう名人芸、本座、あ、じゃ棚変えてさ、あ、うん、ですよね、ちょっとガンダマ、つまりあのカビツビちょっとつけるのがこっちです、何もつけないで吹かせるのがそれでさ、で俺はたまさかね、海がいいことにそんな人とさ、ごく親しくさ出会ったからで、コミドールだって小高さんがいなきゃさ、コミドールの噂になっちゃった、もうなかったの、であれ、ほんとざまーめろね、これ見ないわな、これね、長い間こうやってやってるとね、こんだけね、蓄積にただ、たったぞ、たった一言のね、たった一言のあれで言ったら、俺はほんとに爪下手ただ、長い間やってる経験値はある、だから、いろんな意味での思い出はいっぱいあるよ、それ、うん、ちょっと待って、これすごいんだよ、これ、おおおもういいですね、止め止めるわけでこれすごいよ、これ何が、このこっち、すごいね、そう3回ぐらいかもしれないですよ、なんで、いや、なんかこう、あ、多分だよ、あ、そうだよ、確かに、まあまあ、今、ソルトちゃん、これ男性編を聞きたい、男性編だからで、最初その棚子編ここね、まとまって、ここどんどんこうそうそうそう、そうそう、だからもう、ずっとほら、探すと出てこねえんだよそれもリアルでいい、すげえな、一瞬の4時間だったな、次はライブってのが一番来たな、そうだな、うん、なんか
ついつい過去の語りがちだよね。ついね、線引きしがちだけど、違うんだな、最新のが最高って。その通りだなって。確かに。でも次から、いや、なんかライブやってるとさ、よく聞かれるんだよ。人生最高のあれは何ですか？これから続く坂根くらいある。かっこいい。かっいや、確か実際1位なぁ、何だろうなってなっちゃうんだよね。うん、誰も良かったよなって。そうですね。その時釣ったその場が一番最高に感じてるみたいな。確かにね。確かにライブですよ、うんうん。そうだよな、確かに今この瞬間派手ったらそれ一番だよね。うんあそこのさ、あのさ、あなたのあれやばい、やばいやばい、やばいやばい、その箱とね、そう、うん、箱とね、箱と絶対ね、この辺に引っ掛かると絶対大事件になるから片付けない、ね、ここもね、一冊一冊山で一冊一冊取ってみたい、だからこれにいる、あの魚これ見たらね、はい、でそれが山辺で最大魚山辺、え山辺だから及川、及川あるか、うん、及川え、魚拓ってことですか？そうだ、俺がね、生涯ね、たった1枚の魚拓はね、これだけ、おお、これもすごいのは、マラハシが取ってくれたの。あ、マジですか？マラハシと一緒に行った時マラハシ映像さんが、そうそう、マラハシ映像さん作、へぇー、凄まじい、凄まじい昼だね。いや、大したおっしゃるじゃない、オス大したおっしゃるじゃないけど、一応俺が釣った最大魚ヤマメで、それもワラさんと一緒に釣り行って、ワラさんに魚拓取ってくれってさ、最高のメモリアルです。いやもう最高ですよ。こういうのがいいよ。こういうのがすごい。いや俺は本当ね、歴史をね、長いのずっと歩んできてるから、こういうことも含めてさ、なんかお話をお伺いしてると、だからその。この釣りじゃなきゃ、あの釣りじゃなきゃっていうのは本当に垣根が全くないんですね。ああ全部楽しい感じ。ああ、いや、楽しくないのはね、あのヘラブナとアイツ。おう、ああちょっと他のなぜかというと、俺が手が伸びない世界だから。ああで、ヘラのね、俺がね、学の子供の頃に出会ったヘラの人たちってね、うん、インコーナーね、そう、仲間入れてくんない感じ。そう、っていうかもうね、あのヘラ以外つあのつあ魚がねえみたいな。で、あと道具にね、紀州の嬉野みたいな、なんかみたいな。ね、敷居を高くしちゃう人いますよね。シバスのビッグベイトの人がちょっとありがちな。いや、ね、ね、今のそれとあのおじいさんたち、あの比較はしちゃダメ。あ、まあまあまあ、まあ、なんか今のね、あんちゃんたちのそれは。もう本当、滋賀清作のそこしか住んでねえからね。そうですね、もっと幅が欲しいですね。いや、でもほら、この人はこうライブだよ。あ、現場でその仕事してるんだから、はい、否定はしちゃダメなんだよ。あの人だって、どっかで目覚めてさ、あそこの違う形の脱却あるかもしれないから、うん、いや、本当この人は本物の青年実業家でさ、目利きだからね。4回目、4回目。もう何回か。でもあの、シーバス、シーバスって言ってますけど、本人あの、キス釣りとかめっちゃ行きたがる人。あ、いや、でも釣りはさっきと言ってたよね。全部楽しいから、ね。全部楽しい。ただ、手をつけちゃいけない、つまんない釣りもあるんだよ。ああ。俺が嫌いなのは若手釣り。いや、まああれにはあれの世界だね。すごいよ、あんなこんなミニマムなさ、電動リール使ってさ、ね、魚探つけて、素晴らしいと思うけど、タナゴにしてみりゃ、タナゴ釣りしてみりゃ、あんなもん釣りじゃねえよって。まあこの辺になりますね。魚欲しいのってさ、タナゴ釣りで1000匹、10食釣るのと、ワカサギ釣りでさ、実装が1000匹するんだ、全然ステーション世界違うから。あ、なるほど。タナゴで1000匹だって、なんだったらこのここに乗るくらいとか。あ、小さいのやつだね、極小カメって。でも極小カメはね、ある程度熟達しないとね、無理です。カメ釣れないよ。
1日の釣果で1000匹受足する人ってすごいよ。いるんすね。振り込んで振り込んで、もう振り込んで仕掛けがなじんだ時にもうこうやってあげるって言うんだよ。だからもうね、俺もね、小学校の頃に印旛沼でさ出会った田中とか関係ない昔の本物のさ、あの田中釣り師の名人これ全然ないよ。すごいよ、その人は。あなたではあの思い浮かべない あれだけど、半長化って言ってさ、あのこのあなんかこう入って、うんうん、あとね、あの川のさ、あのここまでのさ、あの川のジャケット、黒いジャケット着てさ、うん、で、京成電車乗って、うん京成電車今沼ね、今沼でこれやって、品川脇だからせんべい食ってこれやっててそう、俺降りてる一緒なんだ、降りてる一緒なんだよ、うん、で、釣り場行ったらその人いいんだよ、うん、なんだ、坊主なんだ、何しに来たの、いや、棚ごついてで、その時すごいよ、こっからさ、こうやって竿出してさ、ここに入るんですか。そうそう、で、ここで競馬新聞挟んでます本物のね、粋ですね、粋な、うん、本物の釣り師だ。それもただね、そういうあれじゃないんだよ。で、一緒に釣り見させてもらったんだよ、ちょっと隣でやって一緒にやろうよって、うんうん、さん本当ね、冬ざれのさ、あの冬の決心の中でさ、じっとしてさ、こうやってやって、こうやって釣ってんだ。だからほんとね、見させてもらったのは、その人が初めて、もう川の中からね、さらうようにさ、こうやってやってんだよ。あ、じゃあ、それこそ今のこの寒い時期に、寒の釣りだから、寒棚の寒山で、寒ぶなってさ、釣れない時期にやるんですね。そう、だからそれが面白いね。え、ちなみに今の手つき合わせはこうなんですか。そうそう、振り込んで、振り込むと仕掛けがね、はい、フリーフォールするんだよ、こうやって、はいはい、でこうやった時に当たり出るんだよ、はい、その時に俺たちは分かんねえんだよ。その時にもうこうやってさ、こうやって引くんだよ。で引いた時もかかってんだよ。でかかった後、もうここにかかって魚入ってんだよ。ハハハハ、本物の名人だ。名人、名人、もう所作が、所作が一つの。いや、それは見てみたいな。で、俺もだから田中ってさ、俺30代の頃田中入ったけど、田中釣り研究会入ったけど、はい、その時の8度の名人はほとんど一緒のシチュエーションなんだよ。で、その時もすごいね、日本針でさ、うん、日本針、日本針でもうこれなんだよ。で、俺その時、うん、ね、一応俺発足したんだ、800匹釣ったんだよ。発足、はい、結構行くんじゃねえかって、うんうん、平井君ね、これね、滝沢さんで、滝沢さん12足釣ってるんです。なんだそれ、一日。そう、まあ、ほぼそこに線いるんですか。あ、そこに線いる。それもね、本物の天才はさ、ここで行くと、ここで行くと、ここで行くって、で、ここの時に行くと、釣れるとこは後輩譲んだよ。うん、だからこの時に薄いやつがいたら頭越しにこうやって上からこうやってやるんだよ。なるほどね、本物のね、天才。これは本当に田中県でね、本物の天才を見させてもらった。田中会取りたい。すげえ。でもね、今ね、川岸さんで言うけど、その人がギリギリね、それにあの属してる。でもね、うん、昔の天才ともう、なぜかというと魚釣れねえから。あ、タナゴもそうなんですか。全然釣れないよ。そうなんですね。だからもうざまあみろ。それいっぱい出てくる。ざまあみろになっちゃうんだ。ちなみにそのタナゴザオっていうのは、いわゆるあの僕の知ってるこう、えいってこういう合わせはしない。これ見た、これ何ですか、それは。はい、これ JJK の、これ江戸前ルーツの、あ、ここを見ましたね、江戸前ルーツの。
あ、それこの竿じゃん。2、3年前。意外と最近だ。この前かと俺だ。あ、そういうことなんですね。あの俺だって。あ、そういうこと？俺だって。初めて。おっと待った、はい、大丈夫ですか、ここ。いや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 、ちょっとこれも汚してまずいに行きましょう。久保さん、汚してまずいシリーズ。これ竿ですね。竿ですね。これがあるから、これがねえんだ。これが見せなくて、これがねえんだ。いや、俺もね、ほら、こういうのは、そうだな。いや、こういうのは、ね、出さないけど、うん、これ全部俺の、あなんだ、あの、自作です。偽竿だぞ。さっきの偽シャンパンと一緒です。偽物。おお。歌手で撮ったさ、偽物。これ2本入ってるんだけど、うん、え、これ2本分なんですか、これ。そう、2本分。いや、ね、よく次をフライタイムと一緒でさ、これ、あの、竿作りはもう独立したさ、趣味だからさ。いや、ちょっと待てよ。いや、もう見せようと思ったら、これ入ってる。絶対日本人しかしないだろ、これみたいな。いや、だからそのものすばりだよ。ですよね。こんな真似けなくてやつは日本人しか。で、日本人ってね、英雄としてね、本物にね、あの木を、ね、本物にそういう出てるのにこだわる。うん、これじゃない。あ、これ穂先まで全部竹ですね。何言ってんだ。何言ってんだ。磁石磁石これ。すごい。え、ちょっと待ってください。これで1本分なんです。これなんだよ。円骨でしてさ、これでしてさ、さっきが。ちょっと。これ引いてさ。一つずつ。あ、これで。そう。いやー、俺はさ、俺さ、ちょっと竿でそうだからやめた。また炎上しそうだから。いや、これすごいのはさ、はい、見てごらん、これ。これ、こう。で、これ、こうやって入ってんだよ。あ、じゃあ1本分丸っとね。そうそう、うん、で、これがこれ以上伸びんねんだよ。へぇ、じゃあ1万本のうちに1本しかない。要するにこう、1個も切ってないってこと。そうだから、ざまやめろね。こんなね、竹持ってるやつって俺しかいない。だけど、失礼ね、これ、かしゅうてこれ塗ってこない。あ、B級これ竹は超 A 級。なるほど。あ、でも、ハンドメイドですね。素晴らしい。だから俺は何が面白いかって、ね、アフターフィッシングで、ね、冬はさ、もう竹取り来いとかさ、独立した人の趣味なんだよ。あの辺に乾燥してる、あの辺が、やがってる。あれ全部 C。あれ C で。A とか A ダッシュは、みんなあの、サウシとか上げちゃったから。でこれすごいのがさ、これ、すごいのが、これ根っこなんだよ、根っこ。はい、地形、あの、地面が埋まってるやつ。え、ここまで埋まってるんですか。全部。あ、地下茎これ。そう。で、これを、ね、竿なかった俺のほら、ここの人、はいはい、と思ってって、まっすぐしてもらったんだよ。うんうん。火入れっつって、これね、こんななってたんだよ、こんなふうに。あ、それまっすぐできるんだよ、ね。これ、陸上にあったもんじゃなくて、この地下茎の中に、ね、そうそう。こういうやつ。だって、こんなね、不思つまんだ、こんなのって。まあ、確かに地上でこんなにしぶししたのないもんね。で、今さっきのこれが限りなくそれに近かったんだけど、こことはもう比較じゃない。だってこれすごいよ、これ。すごい。で、ざまやめろ。こんなの、いろいろやつってさ。で、これはね、ここまでなんだよ。これは、こう、ぎゅっと詰まって。ケツは、あのホテル地区の、ホテル地区の、いわゆる下のとこですね。だから何が面白いかっていうと、俺はね、調べても B 級の男だから、その偽物だからさ、この偽物だであんだ。天下無敵だよ、なんか文句あんのって。いや、素晴らしい。あのほら、ウルスもやんねえし、その室も持って、ね、あの高級なあの技をなんかね、俺なんじゃねえよって。俺はもう、歌詞で書くべーって塗って、それが終わりってさ。いや、でもそれが俺の楽しみだから、うん、楽しみ方ですもん、うん、いやでもいい、あのほら死んだもんが今ほら、うん、あの道具じゃなきゃ、この道具じゃなきゃって、うん、それも大事なんだよ。大事です。それがね、ダメなんだよ。鬼が楽しければいいってことだよね。ああ、なるほど。なるほど。
もう俺そうだけど、そうそうそう、ケースが多分逆だと思います。ケースが逆です。俺も気になる。いやいやいや、これ俺ると思ってたんだ。いや、これね、方向があるんだよ。キャップ、違う違う違う、方向があるんだ。いや、これどこでもいいの入ってるドキドキドキ。こっちはもうこっち入ってるから、あ、ほんとだ、ほんとだ。これもほら、グラスロッドのさ、ああ、の、うん、ケースで、こっちは一応竹なんだよ、これ。ああ、これ矢竹 のさ、節、うん、抜いてさ、で、これすごいのがさ、あ、これこれ俺これ、これはね、これは俺の誇りの一方なんだよ。これは素晴らしいんだよ、俺。これ。いや、何素晴らしいって、皮は全然ダメだよ。だけど、娘夫婦がさ、ロンドンいた時に、ロンドンに連れてもらったんだよ。はい、その時、ロンドンの住んでるところ裏っ側にさ、竹生えてやがって。フランスの、ロンドンか、イギリスの竹？ロンドン製だよ、俺。ロンドンの光で育った。日本製ですよ。これロンドンの竹。だから何が面白いか、こういうことが面白いんだ。面白い。そういうことですね。え、つないでください。これを作ったのは何年前ですか？だからもう結構経つよ。それさ、ね、30年経って話すのが面白いんだ。それは経たないよ。いや、女房行かないか分かんないけど、いや、俺はもう最近年だから、時系列は本当危ない。だから村さんと一緒にやったのも何年か前は、いくつか分かんないよ。ちょっと前ですよ。これ大した竹じゃないよ。うんうん、だけどこれ俺の思い出のさ、そうですね、うん、あ、それ一番大事なんだ。思い出のさ、竹だからさ。竹だな。だから何が面白いかって、こういうことが全然面白いんだよ。それぞれ、さっきあなたに言ったようにさ、それぞれみんな思い出いっぱい持ってんだよ。そうですね。こんな年で過去を誇ってる場合じゃないですね。まあな。ロンドンだけ。いや、田中さんとしては相当ね、あの、これは、あれが出てるんだよ。たぶん、ちょっとして。残念だけど、火入れが悪いから、こうやってね、癖ついちゃう。うんうん、ああ、なるほど。あ、曲がったんだ。ああ、はいはいはい。これ、でも銃まっすぐ。なるほど。あそこでガス台で買ったら、まっすぐなるよ。厨房で、ね、厨房で。いや、チャイさん持ってみてください。なんかね、あ、かけたい、魚かけたいって。ね、ちょっとよろしいですか。そうこう、はい。あれですか、これはこうやってさっき言ったように、こういう作法じゃないですね、そう、魚が。あのね、はいはい、押し食べて、すごい分かりやすいのは、ね。ロッドがちゃんとしてない限り、これこれ絶対竿折れちゃうんだよ。あ、ね、竿はさ、こういうふうにやって、うん、ね、やるとここがさ、こうやって曲がってくるんだよ。で、こうやってやっちゃうとさ、一番弱いところには来るから、こうやって垂れると竿折れちゃうんだよ。この延長なんですね。そうそう、で、こう曲がる、こうこうこう、ね、こっから全部、ここからそうなんです。そうそうそう。おお。いや、それは俺がガキの頃からそういう人たちに教わったんだよ。そっか。僕ね、昨年3本折ったんですよ。ああ全部立てすぎ。立てすぎて。いや、立てすぎるもんね。立て方が問題なの。そうなんですね。さあ、患者さんごめんね、なんか。いいいい。俺もこういうの作りたい派だから。ああ、ないね。ほら、もう暇かっちゃってるよ、それ。ガスなの、明日、ガスなんで火ですけど、マスクになる。いやー、いいなぁ。インドで王手、うん、すごいね。何が面白いかってさ、うん、こういうのをね、つまり、お寺さんの、ね、乾、うんうん、物ソースで、足の世界の、ここでさ、生きですよ。ほら、これどこ行っちゃってるよ。あ、かっこいい。おお、びっくりした。で、これはほら、一応さ、さっきのほら、あっちでしょ。はい、はい、はい。守って。そう、何揃えねえとさ、穂先痛っちゃうから。なるほどね。しまうときに長さ揃えるやつは。かわいいやつやさ。ざわみですね。これも全部から、手抜いて、手抜いて。
すごい。ありがとうございます。ざまみろ。こんなに気持ちいいざまみろ。たくさん聞いちゃうと行きたくなっちゃうね。どっかで。いや、村岡さん。よくぞ俺みたいな人さ、今日ね、付き合ってくれたよ。いやいやいや、こちらこそです。俺はもう感謝してるよ。いやいや、こちらこそです。多分、ね、多分秋に、ね、はい、だからさっきもなんかほら、なんちゃら、やりましょうよ、やりましょう。ただ俺は、修正が整えたら届くけど、俺はもう他の取材一切受けないから。おそんなとこは。もう、俺は全部やり尽くしちゃったから。うん、いや自分も、あの、YouTube、まあ、ね、業界人で長いんで、まあ、こういろんな先輩も知ってますけど、やっぱり本物の釣り人って全員が全員そうとは思わないので、やっぱり本物の人を知ってほしいなって思うから呼ぶんで。マサチさんでのカラーだよ、カラーで、この人は面白いっていうさ、おめえのチョイスだよ。そうですよね。その時にね、いっぱいいるよ面白いやつって、はい、でもその時にあなたと、つまりいいキャッチボールしようと、はい、俺は悪いけど君にとっては俺はもう全然役不足だから、何のあれもないよ。いやいや、今日の花だ、今日は最後ザマーメロだ、最後。いや強烈なコンテンツですよ。で俺は今日、ね、あなたが、ね、連れてきてるさ、はい、さ、はい、どうしたんださ、今日一緒に来てくれた、はい、俺はもうね、ありがとうね、今日来てくれた。いや、とんでもないです、とんでもない。ビビってましたよ、最初。最初、怒られるのかなってなぜ俺なんですかって言うんで、なんか俺が冗談で多分怒りたいんだよって言ってたんで、説教すんだよ。いやいや、俺悪いけどね、人に怒るのはね、林だけだよ。それ以外はもうね、あのそれはしないよ。ったのとかね。できるじゃん、ピーで。ピーで。ピーでよいしょ。まあ、これはピーで。あの、ピーで、ね。次回、タナゴの道具編を。タナゴ道具編やりたいな。いや、だからね、危ねえのは、ね、村岡さんは、卵なんかもうちょっと待ってよ。ああ、もうちょっと。あるから。はい、あなたは今のね、ブドゥブドゥのすごい安心してもらいたい。はい、それからあとほら、行った、なんだろう、ターポとか、外国のバラなんか、うんうん、世界にゲームフィッシュ、面白いのいっぱいあって、この人が使う、使いうるルアーって、100% 今日、あの使いうるさ、面白さあるから、うん、再現性がありそうな気がしますね、見る側からするとね。だって本物のそういうことにさ、プレゼンテーションしうるさ、面白さをちゃんと持ってるから。いや、本当はいいけどね、俺とこの人は実は違うから、俺らみたいなね小物小粒じゃね、話になれるんだよ、本当は。ただ俺は長い間、さっき言ったように長い間やってやってて知ってるから、そこでさ、この人の刺激、なんかこうお互いこのぐらいの年でいつかこう年を取っていく中でこういい年の取り方をしたいなと思って、こういっぱい見本にしたいものがあると思うんですよ。ダメだよ、インターネットだったら、ってライトを照らし落としてさ、こうルアー眺めてこう飲んでたいな俺もって思いますよ。それそれ、うん、ちょっとしたあのなんだあのヒント、うん、まあ、どっかにワイプね、一つあるんだよ。俺みたい、俺なんかじゃ、ね、モダンジャズなんてね、マイルス・デイビスとさ、あの何が知ってる、50年間のジャズ知らねえから、でその曲名とかさ、その何のね、あのトリオ、クラリネット、俺なぜジャズ好きかっていうと、ここなんだよ、これ。ね、モダンジャズの一番真骨頂はさ、俺が好きなのはセッションなんだよ。あ、うん、ね、そう、アドリブもアドリブですよね。で、トランペット、サックス、これ、うん、みんながさ、掛け合いでさ、こうやって入ってくる、はい、来いよってさ、で、俺が出るよって、それを一番標榜、表に出てるのがね、あの50年、60年代のモダンジャズのあのストレスなんだよ。で、俺はね、恥ずかしい話、ミュージックライフ、さっきの曲じゃねえけど、全然知らねえよ、曲名も、何かしも。で、特に嫌いなのは、クラシック、頭痛くなる。っていう、不愉快。いや、バッハとか、ね、何かし、結構うせついいんだよ、釣りやってて。好調だね。そうそう。
だけどあれはあまりにもね、心の中に直接入ってきすぎる。うん。入ってきすぎる。きすぎるから、うん、きつい、うん。で、ジャズはさ、みんなで。さらっとね。うん、だからこれだよ、うん、世界。みんなでさ、いいセッションですよ。ああ、そうか。それぞれのペースで。そうそう。それぞれのリズムで。ああ。なるほど。でね、だから俺はね、この前も言い損なったけど、俺の金言の一つしてはさ、うん、それぞれみんなさ、持ってるもので寄せ集まってる。うんうん、いいね、シチュエーション。次はたった一人でできるんだよ。おお、うん、まあ確かに。はい、昔の、中国のさ、関心のさ、一人継ぐ観光の意義。じいさんが冷たい湖なんですよ。何の好きか知らないけど、一人持って釣るのが、釣りの究極だよ。そこに至る前は、これで、俺たちがさ、わけやいえとしてさ、俺も持ってけど、お前も持ってね、お前持ってねえけど、俺も持ってるってさ、キャッチボールの試合でさ、楽しむ。で、俺も高校生から大学生、新入社員、社会人から若い人も付き合いでいるけど、年齢とかさ、全然関係ない、うん、みんな並列、うん、今日はあなただよ、ね、でも俺この人とね、こうやって初めてさ、こうやって話キャッチボールできたけど、俺この人を見てるとこの人の歴史ちゃんと分かっちゃうんだよ。おう、うん、でちょっといや、たぶん臭いから行きたくねえってさ、いいとだってちゃんと来てくれてるからキャッチボール OK で OK ですね。で、この人が典型的そう、うん、村岡さんなんてね、俺とはうちは違うからね、よくぞ俺のとこにさで、俺一応簡単するよ、こういうの含めて。ただ俺はね、端的にたった一つ、釣りは下手だけど好き。あ、ね、うん、昔から好きこそものの上手になるだけどさ、うん、俺は普通の人よりは釣りがうまいよ、うん、何か長い間やってるから。でもこういう天才たち含めていろんな人たちを付き合うと俺の自分の身の丈分かっちゃうんだよ。あ、でもそれと競争するってことは全然ない、うん、俺はこういう人たちと出会ってさ、俺の中でさ、自分の中で消化していくっていうかさ、うん、この人のスキルを見て俺とこうやって照らし合わせてさ。でも俺はあれはないよ、あの次にもっと伸ばしたことはない、俺流で、俺は俺なりに一日してるから。でもワクワクは止まらないんですね。そりゃそうだよ、釣りだから魚がいてくれるから最高ですね。ああ、だやっぱ自分のね価値観で楽しむっていう、うん、その人と比べてどうではなくっていう。ああ、だって俺なんか人と比べたらこの人たちってこうじゃん、俺より全然釣り上手いから、でその話になんねえんだよ。でも俺は俺なりにさ、一緒にやるとさ、俺は俺なりに俺に釣りするんだよ。その時さ、あ、この人たち面白い釣りしてますねって思ってくれるやつ、俺にとっては幸せだよ。いいですね。いいお察しだったな。なぜか競いがちになっちゃうもんな。そうですね。だからね、そうですね。いいよ。ああ、そうですね。ね、人はね、残念だけど、うん、みんな競い合うんだよ、これ、うん。当たり前に。俺もね、いろんな競技会で人と競い合ったけど、うん、もう絶対勝てない人たちいっぱい来たから。なるほど。なるほど。その時にね、うん、その達人に言われたんだよ。レガ君ね、あの、分かったべと。分かったんだろうと。これはもうね、君の技量、君の器じゃ、もう君は絶対勝てないよと、うん、だけど、その時にそういう人たちと出会って、その人たちをね、うん、その釣りだよ、見たことがものすごい大事なんだよってさ、うん、だって、これも、これもんでさ、うんうん、ね、ピンポイントキャストできる、100% できる人たち、キョロキョロまでさ、3回、2回で入っけどみたいな男とか、悪いけど、練習したらダメなの。練習したってね、かわいそうだけど、オリンピック選手と一緒にさ、練習したってね、練習で到達しうる、ね、
天才の才を持ってる人は練習してるってできんで、普通の人はね、いくら練習したってね、それはできません。うん、近いところまで行くよ。うん、だからそんなのは全然関係ない、俺自身の、つまり俺がいつも言ってると俺流。あ、でもそれが大事ですね。うん、自分のワクワクのためですからね。ざまあみろ。気持ちいい。俺は時彦に立って 10年、俺60から言い出す。時彦に立って、いや、これは得に言えるよ、今でも。クロさん、得に言えるよ。これをちゃんと持つものじゃ。クロさん言ってって。俺が健康で、健康で。でもね、それ言っちゃうと生意気に食べれちゃうんだよ。まだ若い。そのね、今日のこの場のね、ちゃんと見てないと、このザマーミロの意味がわからないんだよね。絶対このあいつの生意気なって、俺が俺の世界を楽しんだ、楽しんでやったぞザマーミロっていうのザマーミロってことだね。いや、だってそれでも楽しいんですよねって言ったら、あれじゃねえかっていうのが最高でしたね。だから、なんていうの、大きい魚釣ったザマーミロでもないしさ、たくさん釣ったザマーミロでもないし、一番楽しんだぜ、ザマーミロじゃん。そこが究極だよ。満足だよ。多分、すべての釣り人は最初はそうだったはずで、でもどこかで買っただか、そうか、人が基準になっちゃってね。人の評価が基準になっちゃって。そうか、本来は自分がやりたいからやってるはずだから。ワクワクにね、素直に楽しんだから、ザ、その楽しめてない人に対してザマーミロ、俺は楽しんでやったぞっていう。いや、俺もそう言える、そう言える。10年後20年後にしたいな。だからそのとね、差を作るのもそうだし、いいものじゃなくても、ね、だからやってみたらいいんだよね。だって竹なんかさ、これにプライベートだから、まあ、なんかドラ見てても全部思った、なんか自分が楽しむために、うん、実はオリジナルってほとんどなくて、何回かで触ってあるじゃん、村、うん、あの古山さんが、うん、だってスネコンもなんか塗ってありましたよ、ね、マニキュアみたいな塗ってあった。だからそのなんか自分の楽しみの、うんね、っていうのがすごくいいと思って、いいんだよ、うん、そう、そこを触ったな。釣りって自然との対話であって、うん、なんか人と競い合っちゃうもんね。まあ、それもそれで楽しい切磋琢磨があってっていうところはあるんだけど、うん、成長したいからね。あのあ、てか終電大丈夫、終電がね、そう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 、ありがとうございます。あの、どうでしょう。じゃあ、ゴラクさん締めろ。はい、あ、もうかなった。そうだよ、俺は電車が言っとくけど、俺がね、50代から60代に来るときは、この世代の人たちはさ、もう朝まで通るのかやってもらって番組やってる。2階でさ、あの老男子はちゃんと布団あんだよ。だけど、あの年下のやつはさ、あのシラフでゴロゴロ寝てるみたいな。ゴロゴロ寝てる。そうそう。いや、ほんと多かったよ。へー、朝まで。じゃあもう、力戦の釣り人たちがここへはこう暮らした空間なんですね。明日、明日富士なのに富士。いや、それを君たちにしろとは言わないよ。いや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 、いやでもぜひ、また、今度。いや、だから本当ね、今日よくぞさ、来てくれたんで、ごちそうさまでした。ただね、人はね、やっぱり面白いよ、ね、俺は面白い人間だけど、皆さん、これ特にこの人は面白い人、魅力的ですね。いや、人だよ、人間だしさ、はい、俺なんかどうでもいいやつだけど、一緒にこうやってやっててさ、俺も楽しいけど、君も楽しいってさ、いうね、キャッチボールだよ。ザ・マミロ。今日の使い方が名言だね。まだだから、使いこなせるんだけど、ちょっと。いや、俺ね、今日ね、クロさんと出会ったのはね、俺のね、人生で一つのラッキーだよ。あー、嬉しいです。いや、嬉しいな。いや、俺はね、この人もそうだし、ね、あの上の先輩の人、俺絶対これしねえんだよ。なぜかというと、対等にさ、人はもうね、俺の江戸前の教わったじいさんたちが、みんな平日だと、年齢、職業、なんだ、何だ、ちょっと氷あげないね、これ。あ、これそこ、あ、そこにあります。あれだね、次はだからもう5時間タックルで船乗って
じゃあね、自分の自分の中のこれお宝カップルですね。いや、そのシチュエーションをさ、皆さんに勝手に考えてるそう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 、お呼びしてお呼びしてそれからさ、ザマービーと言い合う釣った順番にザマービーと言い合う楽しい。いや、それその辺のさ、その辺の面白さはさ、あなたたちがさ、作り上げるさ、世界だから。ありがとうございます。いや、本当釣りはね、一、はい、人でやるのがね、究極だけど、ね、みんなでやるのが面白いんだよ。一人も釣りですし、下手なやつもいるし、うん、すごい上手いやつもいるし、うん、から面倒見てくれるやつと、全然面倒見ねえんで、食べ残しか買えないやつと、うん、みんな5月としてやっから、ね、その日だけいいやついますし、その日だけ釣れる人もいるし、ストライク100もいるし。でもね、釣りはね、かわいそうだけど、夫婦ね、つまりね、うん、ただでかいっつってさ、誰が来るか分かんないよ。面白いですね。いや、面白い。明らかにでかいの釣るやつはでかいのを釣るためのなんか好きで持ってんだよ、うんうん、だけどそいつに来るか来ないかはまたそれまで別の話ですよ。特にシラスってさ、ねのはね、昨日今日、ね、道具買ったやつさ、結構でかいの釣っちゃってんだよね。それはそうですね。でもやっぱりメーターオーバー含めてこういうやつは本当に出やすくないよ、うん、いや本当この人はね、新橋のただ中のあったかに行くからさ、これ本当こういう人にこれはね、新橋の面白さをさ伝えてもらいたい。頑張ります。いやいや違う、頑張んじゃねえんだよ。おめえち、村楽しめます。村瀬さんが楽しんでくれてるから、それ十分伝わるから。いや楽しんでますね、いっぱい。そして最後にザマービロで、ザマービロだね。釣り人生楽しんでやったぜ、ザマービロ。ザマービロだね、最高だね。いいね。いや、ちょっと待って閉めます。ありがとうございました。長いですね。5時間、なんと5時間の動画になりました。マジか、え、このまま行くの？多分ね、ほぼノーカットでやると思うんで、5時間近い動画なんですけど、ありがとうございました。なんか、ね、本当貴重なお話だからこそカットしたくないなと思ったんで、いつもと違う編調で、あの感じで編集しました。で、テロップとかもね、5時間入れられないんで、もうまんま流しますんで、この動画はそれで、これでお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。